3月の26日、2019年の3月の26日火曜日、夜中の2時です。 ありがとうタ,イマータバコと飯買ってきたねあ食欲なかったから結局ジュース1個と肉まん肉まんとかピザまん1個買ってきた食欲が全然湧わかないんだよねはい閉まってたうん今日何時間やってんだろう 睡眠欲も食欲も全部性欲も全部吹っ飛んじゃったんだよな。まあ、わったりやるか。寝なくてもいいし。 SE 出るかね SE 出るといいよねどうなんだろうアップルの発表やってんだ SE 出そうだなこれ。 なんか出そうだね。マジで。マルーンさん。SD 出たら熱いな。 腹減はい多分ワードツ 今、やりたいことか…なんだろう…ないっすねあ、もう一回向こうに行きたいな 食欲もないんだよ、ね、ローのフレッシュはどつー <laughs> 惰性で食って惰性で飲んでる感じだよね。食欲と睡眠欲と性欲が吹っ飛んだ。う,ん、あうまいこれ、ウェルチ。いいなこれ。 マイナおはよう、ゲンちゃんおはようつが寝てねえんだよな。まあ、寝ようと思ったら寝れるんだけどね。なんか、なんかね。いや坊さんになる必要はない防坊さん。 みたいなことになっちゃったんだよね結局でも後付けでおはようエクスパンドネタうんまあさっきもそのお話してたんだけど開いちゃったよ、うん、ブッダより2年早かったんだよ うまいこれ。数何パーなんだろう。20%だから結構多めだね。うまいね。お疲れ、ポップさん。KP ありがとう。 現代悟ってる人間、あ、それはね、気になったんだけど、あの、その答え合わせはしないとなと思ってるかな。結構いるはず。生きてる間に悟ったやつは結構いるはず。何人か俺が知ってる中でもいたから、何人かはいたけど、これから探そうかなとは思ってるけど、ね、答え合わせはしようかなっていう感じかな。 何人かいたよ。っていうか、まあ、みんな死んだらニルバーナだけど。なんか生きてる間に向こうに行って帰ってきた人間がどれくらいいるのかっていうのは楽しみの一つかな。もうそれくらいしかないね。あいつと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 っていう感じだよ。知ってる人間の中で。 うん、こっちの世界で今現在にも何人もいるはずだよ。ああ、ないですね。ないです。<laughs> ないです。死んだらニルバーナ。いやいや、ほんとほんと。だからブッダが言ってたのは嘘じゃなかったよ。手洗ってくるわ。 ブッダが言ってるのはかなり本当ただ間違って伝わってる部分が多いうんおやすみ 卵みそありがとう。 死ぬ練習かないや、トレーニング最近やってないっすね。加藤さんいらっしゃい。加藤51っておいいな。加藤51っていいね。<laughs> うん、新サービス、クラウドかなゲームかな ?Google ググがゲーム出すからゲームかもしんないよ 対抗してるかもしんないあの Google のゲームはすごいよなスタディアあ、分かんねえわサービス名まで分かんないけどな Google のゲームがどうのこうのっていう Google の要は通信回線使ったら向こうで 処理してってっいうコントローラーだけでできるみたいなあれはすげえレベルだなとか思ったけどブッダは悟りを開いた人はな,なんて呼ぶんだろう何とかがないもしくは少ないと思っているんですがそういった人間での組織作り会社系統などには興味ありませんか ああ、コミュニティみたいなものは作るつもりはないかな、うん。勝手に集まって勝手に解散するもんだと思ってるから。逸脱の意味がわかんないかな。逸脱がないが、ちょっとよく意味がわかんない。逸脱の意味がわかんないかな。少ないと思うってことかな。うん、わかんないけど。とにかく人間での組織作りとか、まず人間自体が悟ることができないから、 この器の中にいる限り、無理だから。おはよう、ピースさん。だからまあ、脇道にそれた。論理。いや、いや、言語で何かを伝えることは無理だっていうふうに思ってますね。決められたことから外れる、枠から外れる、逸脱 まあ基本的には向こうに行く、行きっぱなしだと思って、ほとんど人間帰ってこないと思います。<laughs> はい。だから、死んじゃうんだと思う、そのまま。こっちに戻ってくる人間が少ないんだと思う。この体の器に入ってる限り、できることが限られてる。器の問題。 キリストは向こう側の、なんだろ、う、力をだいぶ使ったけど、ブッダは人間のまま行ったかんだ、ね、それは器の問題かな。開き方分かったらすぐいけるの。分かんない。閉じてるから。 他のアプローチはいろいろ試していくとは思うけど、俺がもし死んだら向こうに行ったと思ってください。<laughs> いろいろアプローチをかけてみようとは思いますけど。 うん、もし帰ってこなかったらそういうことっすね。 必必要要なな人に必要なヒントを与えられてますだから徒党を組んでも意味がないですね。数が多いとか少ないとかにあんまり意味を載さなくて全員たどり着けるんで。 ヒデが歌ったのはだからこの世の歌だよね向こうに行きたいってずっと言ってたヒデはうん翼が欲しいだとかねロケットダイブだとか 深いところでの承認の欲求が満たされた人間は悟りを開きやすいと思ってるのどう思われますかああ、あんまり関係ないですね、そこは。なんか、その、分かったふりをしてる人と分かった人っていう2種類いて、この世界には。そもそも分かる必要のない人もいるんですけど、分かったふりをしてる人間と、追求してる人間っていうのかな。で、分かった人間っていうのがいて。で、 分かったふりをしてる人間は、その扉の前にも多分行けないと思う。で、あ承認欲求とか心理学とか、なんだかんだとかじゃないね。あのー、なんだろう、惜しいところまではいってるっていうか、近づこうとはしたのは分かるんだけど、開きやすいか、開きにくいかとかじゃなくて、開きっぱなしの人間もいるし、開いてる人間もいるし、開けない人間もいるね。 いや、そういうことじゃない、あの、モうス度。あのね、気づかされる。事故を見つめる行為っていう方法だと思ってるけど、そういうことじゃなくて、メッシーっていうかね、結局メッシーっていう答えが組む。座禅を組む必要はないっていうか、組んで開けるんならそんなに楽なことはない。っていうか、俺はいつもこうやって座禅組んでこうやってやってたけど、結局、 俺は違う形だったかんね。こうやってたかんね。こう、こうなってたから。こうやってうずくまって、行ったかな。こうやってうずくまってた。こういう状態。あ,あ、びっくりしたよね。全然ちげえじゃん、みたいな。あ,あ、全然いいよ。俺もバカだから。だから、なんだろう。 形式化されてるっていうのかな。なんでもいい極度の、極限のリラックスっていうか。俺はだから赤ちゃんみたいな、胎児みたいな形になったね。赤ちゃんだったね。完全に赤ちゃんだったね。見た目はね。 座禅訓練とか、瞑想してとか祈ってとかじゃないと思うよ。選ばれてるかどうかっていうか、呼ばれたかどうか、ね。フューチャー。 悟り、議論はしてないね。悟ったから質問をもらったら受けるっていう。まあ、悟ったけど質問あるっていう。 議論はしてないねあー重要だねっていうか答えそのものだからゴールだねあいや何でもいっぱい聞いてください全部答えます 説明下手だけど何でも答えますねバカっぽいのから何から全部答えますはい答えがないからいいと思ってるああ まあでも、あれだな、目が覚めた人っていう表現はすげえな。目が覚めた人っていうのは正しいよ。正しいつか、面白い。その、その言葉選ぶんだ、ね。ブッダって。目が覚めたって。覚醒、うん。すごいね。あの言葉のチョイスはかっこいいね。 いやーそ、いやもう感動のきょ境地だね。なんだ、そんなことだったんだっていうのは、どちらかっていうと、その、ヒントが隠されてたってことかな。ずっと答えもらってるっていうか、答えそのものだし、ヒントそのものがあふれかえってたのに気づかなかったね。いや、多分答えみたいなものは本人が手に入れないといけないから、ヒントしか与えらんないし。 無理だと思うよ俺無理だと思ってやってるから。うん、いや、そういうこと。 神とのあ、の世の動画ってどこから見ら見れるあーいや、ふわっち、残ったね。YouTube のチャンネル、ワド監督で出てくるけど。YouTube チャンネル、ワド監督で出てくるけど。アップロードされたのかなまだ明日になんないとアップロードされないと思うよ。たくみさんが作業をやってると思うから。でも別に、あの、この枠で普通に質問してくれたら何でも答える。 暇だしだから今を楽しんだ方がいいんじゃないもうすでに過去だから今の方が情報量多いかんねあでも忘れる可能性があるからね俺がねなるべく早いうちに聞いた方がいいよな まだ出てなかったら、まだアップロードしてないんだと思う。たくみさんが作業してるんだと思う。まあいいじゃん。今、やりとりできるから。多分、失う前にいろいろ引き出しといた方がいいと思うよ。濁っていくから。俺も、ね、向こうにもう一回行けるかどうかはわかんないから。 ほんの小さな喜喜びびで得ようとしてる人にそれ以上の喜びを与えようとするああ、だから引きずり込みたいんだろうね。だからルシファーでしょ。だからさっきも答えたんだけど、ルシファーはこっち側の最高位だと思うよ。おー、ありがとう来てくれて。ある日突然ですね。鍵渡された感じかな。何これっつってガチャンって開けたらバーンって開いて。 うん、みたいな突然の方が近いかな。徐々にじゃなかったな。ああ、でも、まあ、徐々にでも合ってるんだよな。33年間かかったから、全部つながってるから、徐々にっていう言い方でも合ってるけど、あの、体感っていうか、みんなが納得する方たちは、ある日突然、不意打ち気味に来るっていう感じで、でも、向こう側に行くとわかるんだけど、 つながってたっていうかそういう感じかないや奇跡だと思うようん奇跡だと思う まあ、ユダヤはだから悪魔の声をよく聞いてるね、あいつらは。あいつらは悪魔も神も、まあ、あの、悪魔と神、ルシフルと神は表と裏なんだけど、両方ともよく聞いてるよ。特に、その、うん、ルシファーの声もちゃんと聞いてるね。頭いい、あいつら。 はあはあはあ、いやでも、その最高の喜びみたいなものっていうのは、こっちの体がある以上無理だから、結局。だから、所詮その人間界の話でしょ。 何が怖いの何も怖くねえよ何が怖いの何も怖くないよどうした何を恐れてるんだい 自分が羊と同じだからああいやそれは大丈夫それはその支配の論理っていうかこっち側のそのリーダーの論理だからそれも受け入れちゃった方がいいと思うその羊だ羊が狼になろうとしなくていいっていう話 私は生きてるのと死ぬことがたまに無償に怖くなる時がある。愛の表現が悟り。いや、愛そのものだね。だから、あの、キリスト教で言うとこのね、アガベアガベそのものだね。だアガベはその受け取った時の俺らの感情なんだけど、俺らの体感そのものをアガベって言ってんだっていう。愛が神じゃなくて、神が、 与えてくれる俺らの最後の感情がアガベーかな感情っていうか感覚かなうんだから愛の表現が悟りっていうよりも俺らが最後に受け取る最後の感覚と永遠の感覚がアガベー愛だねだからこっち側の言葉だね最後の言葉かな最後の言葉っていうか最後の感情 最後の体感たどり着いた先が赤部ベだと思う受け取るものかな <laughs> 洗脳を解く言葉か言葉では無理だな言葉で縛ってるから俺らは。 言葉と思考、思考だよな、一番厄介なのは。五感に縛られてるとも言えるし。脳みそは万能じゃなかったね。うん。 あ、合ってる合ってる合ってる正解だよ増加だよね合ってる合ってる 我啊 うん、ああ獣っていうかなんだろうな入れ物器がだから人によって違うからああ、うん、だからなんとも言い難いよな 器がその生物とか人によって全然違うから、うん、だからまあすれ違うんだろうなだからこう 分かり合えないんだろうね。悲しいけど。でも分かり合おうとすることは大事なことかな。 いや、苦しいのは、あのー、受け入れないからだよね。抗ってるからだよねあ。ありのままの自分を受け止めてないからかな。楽になれないよね。 理想の自分みたいなものが手に入ると思ってるからっていうか本当はそういうことじゃないのにな鳥とかい うん今あるものに答えがあるっていうか、ていうか、まあ物じゃないんだけど、物でもあるんだけど、物もヒントはくれるけど、だからまあ、向こうに行って気がついたのが、自分をいじめ抜いてたというか、それは苦しむよなっていうふうには思ったね。 だから、周りが傷つくし、だから周りが、周りは助けようと思ってても、拒絶をしてたわけだからね。自分で、ないものを求めてて。うーん、潜在意識っていう言葉が、だから正解なのかだよね。そういう、感じはないね。潜在意識、潜在意識とか、すごく表層的というか、 うーんちょっと違うかなっていう。そういうレベルじゃないっていうか、それは肉体とか脳の話であって、そこじゃねえんだよなっていうふうには思うね。 周りが助けようとしてる。周りの人はかなり上から目線で、フェアな人間は気づかれないと思うな。あ、いや、いや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 、あ,あのね、違う違う違ああ,あ,あ、あれ、それは、その、こっちの話でしょ。ルイさんいらっしゃい。いや、だから、すれ違うんだよな。 ブルーだね、ブルー。 悟りは答えですね。神とか、シャングリラとか、マンダラとかうーん、いろんな、いろんな言葉や図形や音楽や文献や理論やってやってるけど、一つですね。悟ってるという立場に立つと、暗い、暗いやすいと思うんですが、悟ってないだろうという悪意の人たちが集まりやすいという意味として、 悟ってるという立場に立つと、喰らいやすいと思うんですが、喰らいやすいってなんだろう。悟ってないだろうという悪意の人たち。いやいや、あの、悪意の人たちなんかいないっすよ。みんな、みんな、もがいてるだけっすよ。うん。最近まで赤だったね。悟りが何なのかわからないから言うけど、悟りは必要ないと思います。あー、もったいない。 もったいないなそれはもったいないデスクトップ欲しいね。 手にに入ったら面白いことになる、ね、悟りはいいらないっていう悟悟りりはないいの悟りっていう言い方をあえてしたんだけど実はさっきと言ってること,と一緒に神様に会ってきたでもいいしニルバーナに達した悟りを開いた真理の扉を開いたとか全部一緒。 で悟りは、悟りはいらないっていうことっていうか、あの、結局知ることになってゴールになることだから、悟りはいらないとかじゃないね。別に必要のない人には手に入らないし、しかるべき人に求めてても手に入らない人もいるし、あの必然性があれば手に入るし、っていう感じ。あ、家庭は大事っていうか、家庭、あの生きてた意味全部だね。 びっくりしたあのー、俺が今まで生きて感じて全部が全部つながってた。だから至るまでの過程は今生きてるこの器の中に入ってる時間全てだったね。 あ全然変わりましたね。全然変わりましたね。まず自分自身に対してはもったいないことをしてたなっていう、すごく残念なことをしてたと同時になるほどなっていう、だから悟ったかっていう全部が繋がったということと、あと周りに対しては本物と偽物がよくわかるようになりました。 あいつ本物だったんだっていうのと、あいつ分かったふりして全然分かってねえじゃんっていう、それが面白いっすね。だけど、別にそれを上から目線とかそういうことじゃなくて、ちょっとプッっていう、その、おいおいっていう、うん。だからよく最後の審判とかね、いろんな表現されてるけど、そういうことかっていう。あの <laughs>、うん。 ななるほどなーっていうこんばんは。和藤さんはいい感性を持ってるし、人格的にもユーモアあって、成功、どの世界でも成功できると思うんですが、なぜもう一つ配信者としてビッグになれないと思いますか私はリスナーがアホだと原因が思い、あ、違う、俺の器、それは。おもがさん。えー、っとね、俺が、俺の器がそういうもんだから、それは圧倒的に感じた。要はね、 器の問題。要は体の、この器の問題。何がきっかけで前の思考に戻らないのいやいや、あのね、今開いてないのね、d ィープ c ン m p a さん。えっ、ー、と、開いたじゃん。全部を知ったじゃん。記憶を持ち帰って、今喋ってるだけで、今開いてない。閉じてるから。だから、うんと、俺がしっくりくる言葉、生まれ戻ったのね。一昨日かな。 生まれ戻っただね。あのね、偽物で一番最初に連想したのは戸辺秀と。うん。本物はあ、一番最初に思ったのはブッダだね、やっぱ。優しいわ、っていう。ブッダとずっと話してて、おいおいっていう、そのすげえ楽しかったよ。な、うんだからシャクソンだよね。日本、あの、人間の器の名前は。 っていう <laughs> 嘘でもいいよ。結局言葉使ってる時点で嘘だから。うん、国際さんはかんないな。うん。いや、ニューアドーっていうか、やり直しだな。続きっていうか。うん。友別の工学教材より一郎の会見聞いてた方が人生にとって間違いなくプラス。あー、なるほど。あー。友別が言ってることは正しいね。 あの、テキストは正しい。あ要は、器がものすごいのね。超ハイスペックで、本当にすごい器を持ってるけど、悟ってはね。要は、釈迦のテキストを完コピで喋れるんだよ。要は、悟った人間を完コピで喋ってるんだけど、本人が悟ってないっていうのはよく分かった。おぼかた、え、おもが、おもがさん、本当に悪いコメントしてるって思っちゃうんだけど、その気持ちあるんだら、そんな上げ方おかしくないか。 えー、トマ辺スの事務所は新宿で見かけた。へー、新宿なんだ。才能と器はものすごいと思うよ。トマ辺スさん好きだけど、悟ってはねえ。それはわかる。うーん。 本当に悟ったのかな悟ってないよだからただ器はすごいね、うん、悟ったものを模倣してるって感じかなあ,あ俺がってことああ まあ別に信じても信じなくても俺の問題じゃないからあの死んだ時に分かるよ悟った時に分かるよ俺のこと思い出すよ、うん、うんとね言い方変えたら神様に会ってきた簡単に言ったらえー、大乗仏教としての悟りと上座仏教としての悟りについてどう思われますかえっ、ー、とあくまです釈迦が悟ったのを 器を持った人間たちの解釈で歪めていっただけであって、それはキリスト教も一緒だし、すべての宗教とかもそうだし、簡単に言ったら座禅組んだら悟れるっていうもんじゃなかったね。だから、そういうことじゃない。それでは粘り強く配信してもらって、いつかじえ実力の通りするいや、実力がこれ。今がベスト。<laughs> これ以上のことはない、オメガさん。 疲れやすくなってないよ。腹も減らない、睡眠欲もない、性欲もなくなっちゃったんだよ。俺今十何時間配信やってる今日。ずっと喋ってんだよ。やばいよ。寝ようと思ったら寝れるし、あえて寝る、あえて食う、あ、あえてだよ、全部。ああ、よし、人じゃないね。えー、っと、なんで理由はない。 なんでっていう、えー、なんでっていう理由とか根拠とかない。意味もない。うんうん、呼ばれた。で、えーと、具体的なアプローチで言うと瞑想。一、うん、人でも出してないのかな一人でもって何出してないっていうのは何一人でも出してない 俺ら男性は女性と比較して不安定化活性化生物なんだけど、けど、男性も女性もないね。気づいたら的な感じじゃないね。明らかにあと鍵を開けて扉を開いたかな。一人エッチ何の話また開こうと思えば開ける感じ、たまたまできた感じ、たまたまだね。 たまたまです、うん。いや、それも人間の解釈だね、狩野さん。それはなぜですかああ、よく自分を見ろってことですね。い,いああ、多分そうだと思う。やっぱ神社すごいね。うん、お前を <laughs>、ヒントだよ、だから。すぐそばにいる女王、よく見ろってことだよ。 いや、すごいなと思った。今、鳥肌立ったね。ありがとう、葉っぱさん。すげえと思った。うん。ありがとう、教えてくれて。うん、すげえわ、やっぱ。先人たちはすごいよ、やっぱ。残ってるものは、あの、歴史があるものすべてがっていう意味じゃないんだけど、やっぱり何かを感じて残していったんだろうね。それそれはやっぱ、痕跡だね。 生物学上、生物学上、生物学を作ったのは人間だよ。うん。あ、いいよ、てるてるさん。いいよ。好きに解釈して。いいよ。それも自由だよ。うん。あそれも正解かな。うん。でも、そう、日本人的な神っていう概念、八百万とかそういう概念っていうのは、今世の捉え方の問題でヒントの話だね。 俺が触れた神っていう概念はまた別の概念かな。要はだから、いろいろとわかるようになったよ。それが面白い。いろいろとわかるようになった。うん。いや、デルデルさんの気持ちわかるよ。いや信じなくていいよ。嘘、嘘だと思っていいよ。言葉にしてる時点で嘘だから。うん、所詮、その器の中でのものだから。 好きに捉えて好きに遊んで。ああ、いや、まあいいよ。普通の体感の言葉でアプローチしてくれたらそれで返す。うん、大丈夫です。はい。いや、でも、そう見られるだろうなっていうか、そう思われるだろうなっていうか、それもさっき話したんだよね。うん、そう。あ、結局そういうことだよなっていう。 何言ってるか分かんないだろうなっていう。だって言葉にできないんだもん。うん。うん。あの、それもさっき話したけど、朝原は確実に達してた。うん。同じ体験をしないと分かんない。ああ、でも全員するから、うん。大丈夫。いや、想像もしなくていいと思うよ。きっかけになるかもしんないし、ならないかもしんないし。そこにあんまり意味はないかな。 ホームっていうか、朝原だけだね。朝原だけ。生まれて、生まれてないってことが、う生まれてない生まれてないってことが分かったって感じ。あ、いや、うーんよくわかんないけど、その生まれてないってことがっていうか、どういうことだろう。俺が生まれてない。あー、じゃあ、ここにある全ては幻なんだけど、ある、あるじゃん。実態は。だけどない。うん 歴史上の魔女はキリストを成り損ないだと思ってるんですが、ワドーさんはどう思われますかうん。うん。魔女自体に関する俺がことを知らないからな。あ、シャムさんお帰り <laughs>、うん。ジャンヌだらけは悟りじゃないな。うん。違うな。 ヒーローって感じかな。ブッダではない、ヒーロー。うん。ルシフルでもあるよだから。太陽は無限に存在する。ああ、耐えられないか。 まあでも、ジャンヌ・ダルクの後ろにブッダがいた可能性はあるね。でも彼女はあくまで、だからスティーブ・ジョブズに近いかな。ジャンヌ・ダルクとか。ジョブズも知ってたんだけど、うん、多分生きてる間まで扉の前にもたどり着けなかっただろうね。1た一1は2なのに対して宗教観はリンゴ1、リンゴ1で2。えリンゴ1、リンゴ1で 2? 一緒だよと言われても、 実際質量はセンサ万別でピンとこない感じに似てる。あ、いいよ。だから自分の言葉で言ってくれたら自分の言葉で合わせるよ。朝から死刑囚は死刑執行とありますが、死亡報告はないんですが、やっぱり空中不良した。いや、あの、器は壊れました。うん、ど、どむりみりわかんない。よく何を言ってるかわかんない。カタカナで書いてくれ。でカタカナでもわかんねえ、多分。 あ,あでも光の中からか光の中に向こうにいたのにこっちに帰ってきた方が眩しかったよ、うん、眩しいっていうのは太陽を見た時の眩しいって意味じゃないね 瞬間であり、とんでもなく長くもあり、壮大な旅だった。いきなり開いたところにそれがあった。だから、さっきも言ったんだけど、無限で永遠で、3時間だったんだけど、多分、まあ、あえて言うなら20年ぐらい向こうに行ってたね、俺は。あえて言うなら、まあ20年ぐらいで帰ってきたかな。 でも、その20年っていう言葉も無意味で、永遠だし一瞬だし、時間がないから、向こうには。だいぶ遊んだよ。楽しかった、すごく。うん。幸せだったね。ドン・レミー村はジャン・ヌナラクの村。あ、そうなんだ、ありがとう。悟りを開いたからブロ、いや、逆だね。 悟り開く前にブロック解除したね。宗教観の目方は基準値を設定しづらい。みんな違うから捉え方に開きやがいや、それは人間の問題。器があるからって問題。それは言語とか思考とかの問題だね。 ハマってなんだろうビマルコちびまる子さんのハマズイ世界があるとき形としての自分はない。 逆もすかり同時に存在する。両方が同時に存在することはない。ああ、行ったり来たりだったね。確かに。ああ、誰の言葉すごいね。行ったり来たりだった。うん。<laughs> すごいね。誰の言葉だろう シャクソンやキリストは世界を変え続けると思ってる、ん世界を変え続けると思ってるんですが、ワドさんは悟りを開いたことによって、世界がワドさんによって変わっていく部分があると思いますが、そして変わっていくとしたらどう変わっていくと思いますかえーとね、シャクソンとキリストに関しては、話したんだけど、めちゃくちゃ優しい。無駄だと思ってるのに、あえてやったっていう感じなの。で、 えっと、釈迦は開いたり閉じたりしながら、あくまで器、器を使って説明をしちうの、ね、よ。長い時間をかけて。釈尊は器を使った。で、キリストに関してはちょっとずるくて、エクスパンドみたいに向こうの力をガンガン使ってるの。だけど殺されたよね。殺されたっていう言い方が正しいのかどうかわかんないけど。で、うーんと、変えていこうとしちゃうわけじゃないね。助けようとしたの。 釈迦も、キリストも優しくて、俺たちのために、いや、あえてやったの。俺らは分からないことを知ってて。だから、ただ優しい人。無駄なの本人は分かってた。でも、あえてやったの。だから、すげえと思ったね。うん。かで、俺は、うん、世界を変えるっていうよりも、未来のことは不確定だから何も分からない。うん、あの、っていうか、器に入ってる時点で誰も分からない。 でも確実に向こうにいる人たちっていうのかな。向こう、光そのものは答えそのものだから。全部わかってるから。そこを受け入れるかどうかだと思う。俺は受け入れることにした。うん、でかいとか小さいじゃないよ。俺今人間だから。で、みんなが持ってるから。みんなもそこに行くだけだから。だから。 なんかマウント取るつもりはない。なんか、暇。俺自身もどうしたらいいか分かんなくてどうしようと思ってるけど答えはどうしようもないっていうことは分かってる。感謝して受け取るか。 突っぱねるかって言ったら感謝して受け取る方を選ぼうと思ってるけどあうのやめたこういう配信によって悟っていく人,え人にえ人にえ悟っていく人間サポートしていや無理いくら話しても無理 あの、悟る人間は勝手に悟る。あの、座禅じゃなくてもね、座禅でもいいんだけど、何でもいいんだけど。でサポートすること自体が不可能。うん、たまたま巡り合うだけで。巡り合う必要のない人は答えが出るまで、最後の日までわからないんだろうね。 でも、優しくあるべきだとは思うけど。それはこっちのルールね。えー、向こうにいるとき形なんてなかった。そうだね。みんな目がここにあ、みんな目がここにあって耳が横についてそういう感覚で見をするからわからないんだと思う。そうだね。向こうと自分の人間としての形が同時に存在することはないかな。器だからね。うん、そうだね。うん。シャムさんの言葉、スクショ取っといた方がいいよ、みんな。 一生死ぬまで何も悟らない人もいますよねでも多くの人がそうだろうねほとんどが、うん、ほぼそうだろうね、うん、でも確実にそのしん今生きてる世界でもおそらく何十人何百人何千人といるの,あの隠れてるか何してるか分かんないけど絶対にいるから な、あと、もしくは簡単な方法で、人じゃなくて、死んだ人もそうだし、絵画とか音楽とか全部残ってる。だから、さっきからずっと言ってんのは、すぐそばにあるからっていう。あ、俺は奇跡がないと思ってたけど、あったよ。うん、俺もそうだったよ。うん。っていうか、まあ、奇跡そのものだよ。なんから神もいないし、奇跡なんてないと思ってたけど、全部、 教えてくれたよ。千人どころじゃないと思う結構いると思う。多分。一万人ぐらいいんじゃない一、うん、万人ぐらい、もっといるかな。どうなんだろう、うん。でも、まあ、あの人じゃなくてもあるよ。ああ、どうだろうね。わかんない。これまで出会った人は必然だし、これからも出会う人も必然だ。ああ、そうだね。その通り。 ていうか、全部が必然。運命論者じゃなかったんだけど、そうなっちゃったよ。全部必然。答え合わせしてくれるから大丈夫だよ。だから、優しく、受け入れて、うん、優しくだね。感謝しながら、うん、全部必然。奇跡的なほどに。 外見,は外見は…うん外見はそのままただ意識精神が全く違うものになったああ解放ださっきは散々バカにしてくれましたね <laughs> シュウバカ柿の種を食べながら通話に出るなんてそれと同じことある北郷さんやダンカンさんにもできますかやはり私をバカにしている証拠ですダンカン熟成に選ばれたのも他の人がやらなかったからぼたってことを言いたいんですかあの課題は窒息の恐れもあるので命を懸けて挑みましたそしてあなたは人のことを小バカにしすぎです 本当に頭に来ています。ファンレターかな。うん、よいしょ、あっちを見たら、前と同じ考えは捨てざるを得ない。まあ、そうでしょうね。うん。和道と解放の中身が入れ替わったのわかんない。<laughs> うん。まあ、ベースは俺だよ。うん。ニューコンティニューだよ。うん。向こうにいてもよかったんだけどね。 まあでもしょうがない。うん、縁切ろうって何回か言ったんだけどね。まあしょうがないよね。縁切れないみたいだね。付き合ってくよ。なんかの役割なんだろうね、お互い。 飲もうんですか 悟りにはどうしたらいいのかって考えてるうちは悟りにたどり着けないですよね。多分求めても無理だと思う。あの、選ばれてるかどうかだから、あんまり考えてもしょうがないね。 リアルは残酷だから、奇跡や縁とか悟りとかなどの精神情報が必要なのかもしれませんね。あー、リアルは残酷か。面白いこと言うね。意味がなくて、果てしなく汚くて、果てしなく理不尽で、果てしなく理論すらなくて、意味もなくて、悲しくて、寂しくて、 だからと、だからなんだ。だから美しいんだっていうね。キリストはここに生まれるという予言があって、王が恐れて、そこに住む子供たちを亡き者にしましたが、現代それに似た迫害は起こると思いますか迫害だらけじゃないですか。<laughs> えっと、さ今、ちょうどリンクしたね。あの、ひどいんですよ、この世の中は。うん あの、みんなも津波であったりとか、オウム真理教であったりとか、911だったりとか、いろんなことを経験してるでしょ。スマトラとか。うん、でもみんな救われたから大丈夫だよ。うん。みんな幸せになったから、あの、安らかになってるから大丈夫だよ。うん、だキリストの言葉で言うと、ケイシュレフトビハインド。 でもね、本当は全員救われるのに、キリスト教を信じればっていう、なんか、ネットワークビジネスみたいなことやってっかんな。地獄はここ。<laughs> ああ、落とされた。そうだ、ね、地獄ここ。何 解放、はい、だ。えー、ある北郷さんやダンカンさんにも柿の種バリバリ食べながら通話できる。なんか言いなさいよ。<laughs> 何も言わんよ。うん。そうそう、天国も地獄もない、みんな一つのところに帰る。そういうこと。天国とか地獄すら、ここの概念だから。うん。 このような地獄っていうのは冗談よ。でも、地獄の人もいるのは、こっち側のルールね。器の捉え方ね。我々器の,に器の中に入ってる捉え方ねそ。そんなものない。今って何ああ、すべて。いいとこ行ってるよ、もう一度。<laughs> いいとこ行ってんじゃん。いい線ついてんじゃん。す、う、べ、ん、て。 かなんだけど夜中なんで勘弁してもらっていいですか迷惑なんで夜中なんで勘弁してもらっていいですかあの夜中なんで勘弁してもらってもいいですか 夜中以外だったらいいんですかうん、明日にしましょう明日にしましょうわかりましたはい、おやすみなさいはい素直だないい子んそもそも死という言葉すら人が作ったはぁー 小さな頃に抵抗なく、能動的になれたら楽なのにね、蛇に騙されてリンゴを食べたアダムの気分ですよ。ああ、だから、アダムとイブは物語だけど、すごく面白いね。アダムが食べたリンゴが何なのか分かったよ。イブが食べたんだけどね、最初に。女が最初に食ったでしょ。いいとこついてんだよ、さっきから。ネハンも宇宙も人間の細胞レベルのところも全然遠くない、すぐそこにある。ですか <laughs> そう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  <laughs>。 そうそうそう。だからここにもいるじゃん。シャムさん向こう行って人間だよ。完全に向こう行ってるから、シャムさんは。あシャムさんの言葉スクショ取っといた方がいいよ、本当に。これ聖書よりも価値があるよ。えー、リンゴを食べて、神になる楽園追放。アダムの気持ちわかる。アダムなんだ。まあいいや。うん まあでもあれはなんか、グラップラー、バキと同じレベルで読んだ方がいいかも、聖書は。ワンピースと同じレベルで読んだ方がいいかもね。なんか、エヴァンゲリオンと聖書はあんまり変わんないよ。アキラとか。アキラの方がすごいかもね。アキラの方がレベル高いんじゃないのもしかしたら。あんまり変わんない。所詮人間が書いたもんだから。神様が書いたものじゃないからね。 キリストの弟子が書いたもんだから。所詮人間だから、文字、文字化されてるだけで。あんまりその、なんだろう。あの、これが全てだ、えなんだかれこれがす、あなんだかれあ、ヒリヒリしてる。これが全てだって思わない方がいいね。聖書はいいこと書いてあるけどね。 なんだろうこれだからすぐそばにあるよ神は聖書って神はいるじゃなくて神はあるって書いてるんだよね 面白いですヒントだよ。柿の種食いすぎたのかなない、同一。だから不安にならなくていいよって。みんな同じ場所に行くよって。大丈夫。 ただ追い返される可能性はあるけどねでも結局たどり着くからイエ、うん、スは異端者っつうか変わり者だよね奇特 <laughs> な人だね 終わりもんというか、浅井さんに近いかな。まあでも、救われた本人からしたら尊いかんね。まあでも、向こうのルールをちょっと使いすぎな気はするよね。文献読んでる限り。ねやりすぎだろうって思うけど。ちょっと、うん、うん、やりすぎじゃんっていう あだから帰ってこいって呼ばれたんでしょ。こらこらって <laughs>。悟りとは何ぞや、ゴール、答え。答えが一番しっくりくるかな。うん。俺、俺にとっては答えって言葉が一番しっくりくるすべてとか。答え、すべて、ゴール。探してたもの。全員が。 それに合ってきた。真理の扉。神。なんだろう。シャングリラ。いろんな言葉でやってるけど、うん察してるものは一つだったんだなって。それを絵に描いたら曼荼羅になるし。イエスはいたね。うん 作ってない。板風船ありがとう。ブッダは何十年も解いてました。キリストは1年ほど。だから言葉足らずなんだよね。だから解釈でこんな戦争を起こしてるんだよね。そう。言葉足らずだね。向こうのルールを使いすぎたんだよ、キリストは。人は欲望を満たすと次へ欲求する。永遠に求めしまう癒やしい生き物。それを求めることが幸せなことやと勘違いした生き物が増えてきたと思いませんかはじめまして。 ああ、っていうか、僕自身がそうだったんで、それはしょうがないっすよ。うん、はじめまして。うん。僕自身もそうだし、みんなそうだし。僕らがそうなのに気づいてなくて、誰かを追求することはできない。イエスを神だとして熱を上げてるゴミに、なんだ、ちょっと待ってね、ごめんね。解放。うん。 うん、えっ、ー、と、イエスを神だとして熱を上げてるゴミに言いたいけど、おめえの世話して一人前にした人間のこと思考外なのかんイエスを神熱を上げてるゴミに言いたいけど、えおめえの世話して一人前になった人間は思考外なのか 結局人は何かにすがらないといけない神ね。と思ってて神はいらない強がってたけど、うん、まあまあある日突然何の準備もしてないのにすごい旅に連れ出されたお土産はそ,はそれはそれはまたすごすぎたでもさあ、うん、シャムさんとか話していいっすかみんなちょっと120人いてごめんね一言だけシャムさんあのあれから どれくらい経ちました、うん、僕は戸惑ってるんですね。ナビゲーターがいて、シャムさんとちょっと会話させて。ナビゲーターがいて、僕と置き去りにされてるんですよ。で、僕らは向こうに行った方が良かったんじゃないかっていう、そのことを話し合ってて。だから、だからこその、やっと出会えただと思うんですけど。 僕らはどうすればいいんでしょうか <laughs> っていうことをシャムさんとシェアしたかった。<laughs> もう一回ってことでしょもう一回ってことでしょこれ。そういうことでしょ答えはわかってるのもう一回ってことでしょそういうことでしょシャムさん。 おそらくもう一回ってことでしょ <laughs> シャムさんどうなの <laughs> そういうことでしょ <laughs> <笑><笑><笑>ああ <笑><笑>ごめんなさいただいま <laughs> あはいただいま 優しくなれた気がします。<laughs> あとは先人たちの残した答え合わせを楽しもうかなと思ってます。まだ2日3日なんで。でもシャムさんと出会えてよかったです。神様は優しい。<laughs> はあ まあ、あと30年、40年ぐらいか。3、40年か。うん、まあ、いや、あの、分かってたんで。うん、あいきなり開けるんですかいきなりでしたね。えっ、ー、と、じゃあ今、ちょっと、えっ、ー、と、 <laughs> ありがとう。狩野さんありがとう。ええー、とね、ちょっと待ってね、戸惑ってるだけについて、ちょっと自分なりの言葉で今、受け取ってほしいんだけど、悟ったら超能力者になると思ってたの。その話を今、シャムさんとしてて、奇跡とか、スーパースターとか、イエス・キリストになると思ってたのね。違うよっていう会話。ね。 結局、だから <laughs>、そう、だから生まれ帰ってきた。要は、この器でもう一回やれって言われたの。ね。はあ、っていう話をしてたの。今、二人で。想像してたのだと、 手をかざすと病気が治って、歌を歌ったらみんな泣いて、いや、今、人間語っていうか、こっちの言葉で喋ってるんだけど、つもりなんだけど、えっと、手をかざしたら病気を治せて、歌ったら涙させて、人々を酔わせて、イケメンで、っていうことじゃないの。使うのかなうん。うん。 違う違う。すごいシャーマンとかに行きたいならない。そう。要は、始末高光というか、和道というか、なんのまんまそのまんまで記憶だけ与えられて帰ってきたの。うん、っていう話。誰でも行きます。白猫さん。安心してください。ありがとう、ディープコンパクトさん。なるほどね。やっぱりね。 悟り答えなら悟りを得た理解のこの極みってことでしょう。ああ、あのね、おお、いい質問、狩野さん。えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、俺らは言葉とか思考とかを使ってるんですよ。言葉とか思考とか使ってるんだけど、あと語源語感とか四次元とか、それをはるかに超えたものなの。例えば、会話じゃなくて思考すらもなくて、パッてインスピレーションっていうのかな。 時間がないの。まず未来と過去と今とか5分とか10分とか10秒とかなくて全部が物質も次元も軸も光も全てが一つでで答えが全部あるの繋がってるの、ね、だから求めたものは全部手に入るからアカシックレコードとも言えるし真理の扉でもいいし神でもいいし光でもいいんだけどそういう状態だったので器は何を指す言葉かっていうと 俺の顔とか身長とか進行長さとか巻き爪だとか寄り目だとかいろいろあるじゃん。これが器。要は頭の良さ、運動神経、容姿、金を持つ才能とか全部を含んで器なの。要はこの器でやるしかないの。ただ知っちゃったの。あ、ダイブしちゃうの。深い深いダイブをしちゃうの。だから全部知られた上でっていう話。うん。 えっと、なんかワドさんがスパッと分かったって言ってると分からない自分でいいのかなって怖くなります。あいずれ分かるんで大丈夫です。どっちが上とかどっちが下とかそういう問題じゃない <coughs>。奇跡は全てだと思ってます。現実を歪める超能力はそれほど価値を感じません。超能力はなかった。<laughs> 残念だけど。東北の方ではシャーマンに就職できるらしいね。一時期考えたことがあった。沖縄の方では代々シャーマンのからえー、っと、ユタだね。 沖縄のシャーマンはユータ。うん。仕事にしてる人、うん。東北はね、えっ、ー、と、イタコかなあの、口寄せとか使う。なんだっけ青森の方じゃなかったかななんで相対性理論第二分節の話してんのえ相対性の話なんかした俺。相対性の話なんかしてないよ。何もわからない自分はダメなのかな不安になりますね。不安に感じなくていいよ。 えっと、シャーマンは違うけど、ただ5回以上の感覚、ビジョン分かるようになったんじゃない受け取るようにはなりましたね。あの、発信力の話ですね。アウトプットができなくて、分かんない。後から気づくのか、もうともともってないのか。ただ、まあ、あの、絵は、特にえ、絵ですね、一番最初気づいたのは。全く違う見え方をした作品があって、えぐいなって思いました で、もう一人、実は、ナビゲーターがいて、その人は岡本太郎やべえって言ってましたね。シンプルにわかるようになったんじゃ。そう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 。俺、中卒。タコミックさんいらっしゃい。わかるとうまく生きれるようになるんですかいや、優しくなっただけっすね。優しくなりましたね。 アウトプットを言葉で説明できる方がすごいから。まあ、もともと、多分言葉は、ちょっと、もともともらったものなんで。霊感っていうのかな。霊感は、うん、タクミックさんの言うところの霊感はないですね。うん、<laughs> タクミックさんが考えてるような霊感ではないですね。うん、俺は中学くらいまで学院ない。俺と一緒じゃん。うん。 光の太陽の塔は悟りいや悟りじゃないね悟りの世界を見せようとしてるね、うん、絶対に行けるんで楽しんでくださいあのー、すごいですよだから限られた時間を楽しんで出会った人に優しく愛情を持って あと、自分を許してあげることと心を開くことをですね。ヒントは無数にあるし、神様は思ったよりもめちゃめちゃそばにいます。絵はやばいっすね。はい。まあだからさっきの猫の絵を出して絶対わかると思って。体温と元ネタがあってあれは縄文土器っていう。あのね、あのね、コークね、もうそういう次元じゃないよ。要はね、 人間のルールなんだよ。全部テキスト化されてるのって。それが要は嘘つきっていう表現したじゃん。本物の人と嘘つきがいるの。見てないのに見たふりをして勝手に解釈をする人と、本当のメッセージを出してくれてる人がいるの。要は向こうの世界を知った人が痕跡を残してるの、無数に。で、俺はまだ帰ってきたばっかりだから、いくつかしか出会ってないんだけど、その話。きっかけとかは人生全部ですね。 要は人生がたどり着く答えみたいなものに触れたんですね。だから33年間全てつながってましたね。で、音楽でも芸術でも仕事でも仏教でも座禅でも何でもかんでも結局全ての存在する物質がたどり着く先と求めてる先はそこです。つまり神、ゴール。うん。なんで生き物はあ、あのね、 違う、あのね、も,もう一度ね、すごく大事なこと言うから覚えておいて。全部の現象に意味なんてものはない。理論もない。理屈もない。ただそこにあるだけなの。<laughs> 残酷なほど。そして世界は美しいの。うん、俺らは受け取ることしかできない、うん、だから、なんでっていう発想自体が人間的なの。ものすごく。器に縛られてる。 私はエガールドルに住んでたけど、アマゾンに住むシャンマンにも何人か本物はいた。あー。行ってみたいな。神は存在しない。神の定義によります。神を悪魔ですよ。言葉自体が悪魔が作ったものだね。思考と。だからこっちの器を使ってる限りは、ルシフルに従うしかないんだよ。 水とかに、全部にもいるし、ヒントはあるよ。すべてに。形じゃなくて人でもないね。す、う、べ、ん、てだ、すべて、すべてですね。本当の姿を見た方がいい。うん、いいんだよ、狩野さん。いいの。狩野さんが思った通りに、感じた通りにすればいい。うん、あの、どっちが正しいとかじゃなくて、すべてが正しくて、すべてが間違ってるから。 だから俺は狩野さんの幸せを願ってるよ。間違いなんて何一つないし、逆に言ったら全て間違ってるから。うん。要は答えに触れた瞬間全部繋がるから。うん。だから幸せを願うね、狩野さんの。狩野さんだけじゃなくて全員のね。 <laughs> 急ですね。急だけど、ずっと探してたってことには後から気がつくああ来た出たよ平山。ヒマラヤさん来たよ。不思議の国のアリス。俺、行ったって。アリス書いたやつ行ってる、うん。絶対行ってるよね、シャムさんね。うん、ああ、マンダラはもう完璧っすね。マンダラが、 完璧っす、ね、でも不思議の国のアリス行ってますよね作者俺今鳥肌当たったもんうわあ来たと思った、うん、アリスは行ってる、うん、書いたやつ行ってる向こうの世界書いてる向こうの世界を文字にしてる行、うん、ってるアリスは行ってるアリスよく読んだ方がいい、うん 宗教の間で団体思考をたまに具現化してみるけど教員にしか見えない。それはだから人間のエコだから、都合だから。悟ってないやつの、あれだから。あー、アリスか、今いいこと聞いたな。掴んできたね。いいね。アリスは言ってるね。遊んでね、だいぶ向こうで。特に、 その、猫、シャム猫とか、猫、出てくるでしょ。あと、時計の表現はよく見た方がいい。ダウジングは手を脱力して、鉱山を見つけたりしますが、媒介は口の脱力によって行われると思ってます。潜在意識で喋ること。いや、あのね、理屈で考えてもダメ、ゲンちゃん。あの、勝手に解釈するから、遠くなるよ。 心を使って感じた方が早い理屈とか理論とかは分かってないやつが嘘を書いたり分かったふりして書いてるやつもいるからだったらアリス見た方がいいってだったらアキラ読んだ方がいいしだったらジョン・レノンのイマジン聞いた方がいいちゃんと心を開いてちゃんと耳を開いてすごいメッセージが隠されてるからとんでもない「えー!」ってなるからうわ答えじゃんってヒン,ヒントだらけだから。 楽しんで,で、嘘か本当か結局わかんないから、ここにいる限り、この器に入ってる限り、心を使った方がいい。なんでわかったふりするんですか見えだね。マウンティングだね。すごく次元の高いというか、その、頭がいい。次元がじ、なんて言うんだろう。マウンティングだよ。俺は偉いの。延長戦の最上級のゲームをしてる感じだから悪魔だよ。 は <laughs> ボランズいらっしゃい <laughs>。でもね、ドラッグはダメ。意識の拡張だから。ありがとう。意識の拡張だから、ドラッグじゃない。もっとディープなところにダイブしてきたよ。<laughs> 要は、快楽の拡張、意識の拡張、思考の拡張、思考も、 言語も快楽も取っ払ってきたよもっと深いところに行ってきた、うん、要うはね嘘をつくのはね全部自分を大きく見せるためいやー何も変わらない 俺は受け入れることにしたうん理論じゃないんですよね思考,思考でもないんですよね 出るものは変わらない。器が小さい。俺は。でもできることをやるしかない。俺は行動力ないし、コンビシなので、ワドワクのようなヒッピー会話したいけど無理です。ネットとワドに感謝してる。課金はしない。課金はいい。もう、うん、大丈夫。で、えっ、ー、と、狩野さんありがとう。ごめんね。あと、今まで。みんなに対してもそうだけど、みんなごめんね。許してね。 許さなくても受け取るから。ありがとね、ハト。まだいけない、えまだいけないってことは、来るなってことの、えまだいけない、まだいけないってんだろう。まだいけない。あの番へ <laughs>。自分の器が客観的に分かっちゃうって、ある意味寂しくない。絶望だね、はっきり言って。おいおいおいっていう。 でも、シャムさんのさっきの言葉でちょっと救われた。で、もう一人に今 LINE したけど、あの、俺らは俺らでやっていくしかねえっていう感じかな。窮屈じゃなくて何もできないっていうことを知ってるから、やれ、やれることは一つっていうか、普通に生きるっていう。感謝して生きる。優しく生きるって。だから、 それしかない。感謝しながら受け取って生きていくしかないから。あああのね、豚肉、牛肉とか、ベジタリアンが出そうとしてる答えとかも分かったよ。その豚肉とか。好きなもん食っていいよ。うんただ、あの、たどり着いた時に、今の、俺ね、コンビニ行って買ったの、ピザまん1個、今日食ったのピザまん1個なの。食欲と性欲と睡眠欲、うせた。 天才って思うのはいいあ、うん、いいあ、いいんだよ、自由でいいじゃん。西遊記の最後、話の最後、全てお釈迦様の手のひらで起きてることというのはまさに、ああ、そういう話なんだ、西遊記って。へ、え、ぇ、ー。憎しみとかなくなったってことですかうーんとねんー、うん、まあ、仮にの話なんだけど、オ大虫、あの、変な受け取り方しないでね、えっ、ー、と、311、911、 オウム心理教事件、秋葉原とか、いろんなことが起こる。理不尽なことうん、許せないこと、悲しいこと、辛いこと、耐えられないことって、今までに何回もあるでしょ俺にもある。あったうん。どうでもよくなるし、みんな救われてるから、あの、安らかに眠らせてあげようよっていう、その、こっちの、 ルールには当てはまらなくて、全員救われてるよって。本当に。だから、あの、こっちでは、こっちではね、この器があるから、俺らは器の中に入ってるの。だから、器の中に入っちゃってるから、俺らの思考とか言語とか考えとか心でしか、心が小さいから、理不尽に感じるの。 宇宙から見たら正しく理路整然と動いてるのね。<laughs> 世界からすると。何の矛盾もなく整ってるだけなの。だから許してあげて。あの全員帰るばべきところで帰って安らかになってるから。幸せを感じてるから。だからあの許してあげて。で残酷だけどこの世界はみんな帰るべき場所に帰るよってこと。 白猫さんに対するアンサーは手のひらで起きてることを逆に感謝できない人ってどんだけ自分を大きく見てんのゴミクズかな <laughs> アレフの関係者ではないです僕はああだから人類補完計画は近かったね LCL の中にいた気分だったね今起きてることは最有期のような感じ夢物語この世は幻っていうブッダの言葉すごいなってあの、うん、思い出しますねあの体験を もう慣れたけど。誰かの手のひらで踊れることは安定された空間にいることだよ。ああ、地球の中で生きてることを否定する場合には分からないだろう。この世界は実は美しいよ。向こうの方が美しいんだけど、なんだろう。ヒント、ゲームなんだよね、ここって。そう。でも、 悪いことをしたら後悔するから、その人が、最後。うん。なんでだってなる。なんだよって。でも救われるの。うん。キューチャンボクシ言われると思ったわ。ちんドひアさんいらっしゃい。花とか虫とかの形をよく見て、ワドさんって。宇宙の法則。うん。俺ね、写真やるんすよ、おしゃむさん。 俺ね、シャムさん聞いて、向こうでシャッター切ろうとしたの分かるでしょ文字を書こうとしても、うん。どうでもよくなっちゃった。向こうで俺カメラ持ってったんだよ。<laughs> 俺カメラ持ってったんだよ、みんな。みんなと約束したから。ごめん、シャッター切ってないんだ。うん、頭の中お花畑でいいよ。あの、嘘つきとか、 は精神病とか何でもいいよ。受け入れるよ。それはチャッピーさんの問題だから <laughs>。誰かの手のひらから離れていって台とかに投げ捨てられた空き缶みたくなるぞ。ああ。 <laughs> まあまあまあいいよ投稿しちょでいいよ俺はうつ治ったからうん <laughs> まあ病気って言われるよな でもいいの。大丈夫。みんなありがとう。ああ、知るべくして知るかな。うーん。それは思った。なんで俺なんだってことを聞いたんだけど、いや、 そうだよなって。うん。なんで俺なんだっていう不安からだいぶしていたのね。いや、でも、自分の人生、要は相馬島で全部33年間一周を一瞬でパンって全部やったの。見せられるんだけど、ビジョンを。まあまあ、ヒントだらけだったわ、っていう。要は全部、自分の人生を一回全部変えるから、ぐわーっとね、一瞬だけど、 要は、どこにでも行けるの。要は未来と過去と今が全部一緒なのね。その世界では。だから、どこにでも行けるし、誰とでも喋れる。だから、先人たちがヒントいっぱいくれてたなっていうのは、その33年間の俺らの中に入ってるメモリーの中から全部引き出して。で、っていう感じ。だから、優しくした方がいいし、心を開いて聞く、心を開いて見る、優しく接するとかがいいよっていう。 シェアみんなにそれを優しくするかどうかはみんな次第 <laughs>、うん、あの心を開くかどうかはみんな次第好きにしていい開かなくてもいい嘘つきはどうって言っていい、うん、所詮言葉や思考や配信とかこの器の世界でやってることは人形劇だから全部嘘だからこの世界自体が嘘だから だから、自由だよ。行き着くところは俺らは一つだから。あまり、ね、神様のように偉そうに振る舞わない方がいいと思うよ。勝てないた。そもそも戦うものですらなくて、俺らそのものだから、俺そのものだったっていう。いやー。 だから、あの、うん、俺が2つ変わったことはもう、アルバイトしようかな、アルバイトしようかなというか、アルバイトやってもいいかなっていうのと、母親に会おうかなっていう2つかな。俺のリスナーだったら、この2つで何を意味してる言葉かっていうのはよくわかると思うの。<laughs> うん、いや、もう、何、あ、 って分かると思うんだけど本当に別にどかたやってもいいやって思ったし母親と会おうかなとかも思ったぐらいののうんそうそれでたぶん伝わると思う知らないけど神様のように偉そうって和道が軽視してると思うけど <laughs> 意味はだからいつかわかるから なんで先人たちはヒントを残すんですかやっぱ全員が行かなきゃいけないんですか全員は必ず行くことになるのね。で、先人たちがヒントを残す。例えば、だから一番最初に俺がこっちに帰ってきて思ったのは釈迦がすごいと思って。なんでかっていうと、釈迦がやったこと何がすごいで、釈迦すごく優しいんだけど、釈迦は、あのー、無駄だと分かってて、あえてやったの。50年も。 向こうに行けば、向こうにとどまればよかったのに、あえて俺らのために帰ってきてくれたのね。無駄なのに。で、俺らのためにずっと優しく説明をしてくれてたの。釈迦めちゃめちゃ優しいよ。で、釈迦のテキストは読んだ方がいいよ。受け取った方がいい。スタニパータ、ダンマパータ。うん。変わったっていうか変わらざるを得なかった。 どこにでも行けた時に気がついた目とか見る角度とかではないんだって、うん、よく見るっていうか素直,素直に見ることを受け取ることっすね神様が偉いとかね偉いすらも俺らの考え方うん、うん おさん絶対仕事したくないって。ああ、ありがとう監督かなありがとう。二回、えー、ちょっと待って。ごめんね。どこにでも行けた時に気がついた。えー、でもなんか悔しくないですか悔しいっていうか、なんでだって思ってる。うん。向こう、なんだ、だから選べないからさ。二回断ってるってなんだろう。うん。 お前らみたいな頭のいい奴らの言ってることよくわからん。いや、俺はすごく頭悪いよ。器は小さい。それがわかった今、釈迦と同じ。和道さんももう一回ってことでしょいやー。いや、だから、うん、だから、あの、釈迦は、ガチ輪ン,ンで3日目に入った時に、梵天に呼ばれたっていうことじゃないですか。だから、その、 うーんまあ、だから、釈迦が選んだことではないかもしれないけど、でも釈迦は優しいなって。加藤さん絶対仕事したくないって言ってるんだけど、それすら変わったんですかだって、この世は幻だもん。やれること、やるしかないもん。おはようございます。相手もありがとう。釈迦や神が偉いって前提で話すのもわからん。わかる時が来るよ。<laughs> うん。 梵天2回、ああ、はいはい、梵天テンか。3回目でってことか。いや、だから、断るよ。俺は、10回以上断ったよ。あのー、1回目は、何回か帰ってきたんだけど、向こう行ったり来たり遊んでたのね。で、どうするか、でもどうすることもできないってことも分かって、全部答えは遅れるから、全部知ってるから。で、タバコで戻ってきた。こいつ。 こいつで帰ってきた面白かったよ。タバコずっと吸いたくないの、20年間。俺こんなものに縛られてたんだっずっとこうやってこいつ見てて。で、こいつと俺は一緒だってずっと思ってて。なんでこんなのにこだわって。なんでこんなのにこだわって。え、ね、なんでこんなのにこだわって。あれも欲しい、これも欲しいって。欲しいものはここにあったんじゃんって。 本当はこれが欲しかったのに、これと出会いたかったのに、いろんな理由つけて、ブランドものだとか、車だ、家だ、名誉だ、地位だ、かわいい女だ、セックスだ、全部違かった。<laughs> 映画だ、パソコンだ、カメラだ。でもつながってたけど、違う。この世につなぎ止めておくくさびでしかないの、欲望は。この器にいる でこの世界につなぎだから年取ってくると欲がなくなるって分かったよよく意味がうんうん平和迅速そくぶだからもっとゆっくりでもよかったのかなって思った早すぎたなってさあ、うん <laughs> 早すぎたなーって思ったうん。でもまああの勘違いしてほしくないっていうか勘違いされても困るのが今開いてないからねっていうことね。 今俺は仏じゃないからっていうことは覚えておいて。今は閉じてるから。開いてきたようだね。開けない。開き方もわかんない。正直言って。でも、行きたいかな。あそこに。あー。 いくつになっても欲深くありたいな、悪魔的なのかな。ルシフルは、あの、この世の器の世界の神様だから、だからユダヤ教徒はよく理解してるかな。向こうのこともこっちのこのも、表裏一体なので、ね。うん。だから、まあ、それもまた欲深く生きるのも一つだと思う。うん。なんでもいいよ。ただ、楽しくね、優しくね、自由に。 民は天使よりも糧に従ういつも思ううん、うんうん、なるほどね遠い遠いな遠くなるな ああ、ずっと起きてるな。やばいな。 んシンキング・トゥ・ウェイ何時間起きてるんだろう今日。っていうか、寝る必要がなくなったんだよね。いや、あの、死なないために寝るっていうだけで。俺、今日、ピ,ピザパンしか食ってねえし。だから、あの、性欲も、オナニーもやってみたんだけど、何も変わらないんだよね。 あ、でも、ぐっすり寝れるようになった。不安がなくなった。うん。あの、赤ちゃんみたいになった。そこは、病気が治ったのね。すごいことに。だから、それは奇跡だね。<laughs> うつ病が完全に飛んで、まあ、ツイッターに書いたんだけど、本当27年ぶりに睡眠をとったと思って。だから、そういうなんか、変わった変化はあるんだけど、実際の。でも、変わ、あんまり基本的には変わらないかな。うん。 良くなってる <laughs> わかんない。意識はしてないけど。死なないために寝るっていう感じになった。あの、今まではずっと嘘ついて疲れて、ボロボロになって、それを回復させるために寝てたんだけど、本来の意味でも寝るっていうのに変わったかな、う。ん イメーだときみけんにああ <laughs> インド人シール貼るからねあまあ本当に疲れてるときは爆睡するけどね でもなんだろう。わからないね、本当に。その、未来のことについて約束したりとかできないし、この器に入ってる限り、死にたくないっていう欲望と向き合わないといけないわけだから。悟り開いたね、黒川さん。いらっしゃい。うん、未見認識。 やってみるよ。今日。寝るとき、これから寝るけど。でもその、なんだろう。食欲がなくなったのと、肉食えるのかなって。食えるけど。うん、どうしよう、うんあ。タバコは吸ってもいいし、やめてもいいしなんだけど、吸うんじゃないかな。 さっき嘘ついて生きてたけど、正直に生きるってこといやー、無理。あの、約束は何一つできないっすよ、黒川さん。あの、未来のことに対しては何もできない。うん。だけど、あの、なんだろう、優しくは生きたいし、っていうかまあ、もうこれを嘘だと思ってる人がいるから、結局 <laughs>、この話自体を嘘だってずっと受け取ってる人が絶対にいるのよ。 だからもうそういうなんだろうことにこうしても意味がなくなってしまったからわかんない受け入れますうんとりあえずありがたく受け取ることにしたべてをね何何もかもどうしようもない 俺らの都合では神様は動いてない。残酷なほど意味すらないから。そして美しいから。ものすごく果てしなく美しい。そう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 。戸惑いしかないから今は。俺も整理がついてない部分はかなりあるので。だからシャムさんと出会ったんだろうけど。シャムさん呼んじゃった、うん。 そうだね黒川さん俺日本人だけど日本人で集団心理強すぎて窮屈、うん、初詣はお願いする場所じゃなくて報告する場所ですよ宇宙から地球見たじゃなくて全部見ただから上杉さんもう一回言うとね全部 <laughs> 全部だって だから宇宙の全部よ。宇宙が1個じゃないから <laughs>。あの、予言しよくね。いつ発見されるかわかんないけど、宇宙って無限にあるから <laughs>。次元って13次元とか、心理論立ててるぞで,で、次元も無限にあるから <laughs>。 次元も宇宙も無限にあって、常識がぶっ飛ぶから。だから、その、その <laughs> しかも俺らの中にあるからね。<laughs> だから、大友先生、アキラ読め。アキラを心開いて読め。やべえぞ。アキラを読んだ方がいいよ。アキラを映画を見た方がいいよ。 完全に向こうに行ってるから、大友さんは。完全に行ってる。いくつどころじゃない、無限。そして何もないのが同時。無限にあるということと、ないっていうことが同時にある。意味がわかんないでしょ。あ、いや、前世とかはない。今世しかない。<laughs> っていうか全部繋がってる。要は、アインシュタインも俺。えっ、ー、と、レオナルド・ダ・ヴィンチも俺。ボロンジュも上杉さんも俺。シャムさんも俺。 全員俺。で、全員和道。全員神なの。もう何言ってるかわかんねえだろ。言葉では無理。<laughs> 全員全部一つなの。うん。いや、だから知るからいいじゃん。バカだなって思って。うん。うつではない。すごく、すごく、 大丈夫だよ。クジラ先生ありがとう。心配しなくていいよ。うん、<laughs> 俺らが考えてるようなものではないんだよ。うん。うん。いやだから言語とか思考とか、この器の中での会話でしかないから無理っていう話よ。だから、だから全部だよ。 だから本当に神様に会っちゃったんだって。真理の扉でもいいよ。何でもいいよ。でも、マンダラはよく見た方がいいかな。うん、シャングリラ、な、文学でも何でもいい。な、もうとにかく心かっぴらいて全部受け取った方がいいよ。出会うから。違和感を感じるかな。俺、俺はそうだったんだけど、あれって違和感を感じるの。俺は。で、よくよく考えたらそれがヒントというか答えそのもので、全部教えてくれてた。 うーん先人たちは残してるね。で、聞こえ方、見え方が明らかに、そう、捉え方って意味じゃなくて、明らかに書いてるものが違うものが書かれてるのね <laughs>。それは言葉で説明することじゃなくて、明らかに変わるの。お、少女が描かれてる、少女の顔が描かれてる絵だったんだけど、顔が、顔じゃなかったんだよ <laughs>。うん いや、あの、舞妓さんね、違う。シャムさんっていう人と、俺が知り合いにもう一人いる。だから俺が知ってる限り、生きてる中で3人いるから、多分1万人以上いるよ、舞子さん。とんでもない数いる。ただ、器があるから、いろいろと。うん。あ、そうそう。あ、そうそう。じゃあ、絵、えー、見せようか。俺とシャムさんが、 さっきシャムさんが私もですって言って、二人でじゃあ答え合わせしようって言った絵があるから見る俺とシャムさんこれ見て、あ、向こうの人間ねって理解できたんだけど、多分みんなが見ても意味がわかんないと思うけど、ちょっと待って。今見せるよ。ちょっと待ってね。 だから、ヒントは無限にあるの。身近にあるの。さっきだから、シャメルさんとそれでね、二人でね、ああ、本物だわってなったの。ああ、なるほどねって。ちょっと待って。今、みんなに見せるね。でも、普通の人が見てもわかんないよ。これを、改めてこっちに戻ったときに、ああ、なるほどねって。 これ同じ絵が描かれてんのわかる猫を描く画家なんだけど、もう俺とシャムさんは、あああって、ああ、答えじゃんって。あ、エクスパンドのサムネだよ。そう。エクスパンドはだから向こうの人だから。だから帰ってこいっつってんの。わからないでしょ。これが一番現世に近くて、これが現実。これ二段階目。 ちょっと。で、こっち側からもう完全に扉開き始めて、こっちも扉側、あの、向こうに行ってんの。これが最初の絵。これがあれって、覚醒し始める前。で、覚醒の扉を開けて、扉の奥に入って、もうこっちはもう完全に行った。うん。あってる、わかんないでしょ。 俺らはこれを何が言ってるのか、何を意味してるのかが分かるの。俺とシャムさんは。そう。もう、その段階が分かるのね。ここから、だからここはもう扉、気づいてるんだよ、ここは。受け入れてるの、こっちから。で、ここはもう完全に飛んだ。で、同じ絵に見えないでしょ。う、は、ん、あ。俺はほら、多分写真とか映画やるから、多分そっちへ行くんだと思う。もしよかったら Twitter 見てみて。今は、 向こうの行った時の写真じゃないけど、多分これから撮る写真は、もう完全に行ってる。サイケデリックか、違うんだよ。サイケではない。これが特にそうだよね。これなんかもう、これが猫に見えないでしょ、みんな。これ猫なんだよ。猫っていう鍵を使って向こう側に行ったの。猫と絵を使って、この辺からもう猫に、この辺ギリギリ猫に見えるかな。 俺には猫を使って、猫を媒介に向こう側にダイブしてんのね。って何言ってるか分かんないでしょ。うん。あー、違う。まゆこさん。完全に違う。だから結局、要は、俺らのルールでそういう風になっちゃう俺ら、俺らの理屈とか断りで収まりきれないもの。 LSD で向こうに行ったとか、精神病で向こうに行ったとか、いろいろ言うでしょ違う。これはルイス・ウェインっていう画家。ルイス・ウェインで調べてみて。うん。ルイス・ウェイン。うんうん、向こうだいぶわかりやすく。いろん、えっ、ー、と、わ、わからないと思うのね。多分黒川さん。えっ、ー、と、 言葉でそもそも説明しても無理だから、だから、いろんな質問をしてくれたらいいかもしれない。俺は、俺なりに、俺の、この器の中で表現しきれる限り頑張って伝えようとするから、受け取ってもらえると嬉しいかな。うん。限界なんだよね。あの、この世界では限界なの。 俺も分かるよみんながみんなの気持ち、うん、ここで瞑想この部屋で瞑想 <laughs> 瞑想うん。 急に来た。普段座禅組んだりするんだけど座禅ではなかったね幾何学って宇宙レベルの超自然なことなんだけどみんな勘違いしてる感じと似てるああ幾何学模様とかねだから幾何学と虹と光とビジョンそして次元と流動性と、うん 室内ででで瞑想でも開けるんですかいや、瞑想だったのはたまたま。あの、あのはっきり言って、開かないやつがほとんど。で、開くやつは、絵でも、瞑想でも、音楽でも何でも開く開き。開いて生まれてくるやつもいる。だけど、求めたから開けるもんじゃないの。この世界じゃ無理なら、終えるとこですか。あ、僕が死んだらそう思ってください。 オメガという男はマックさんがいるのかな。うん。ノリコは開こうとしてたっていうのが分かった。うん。うん。ノリコは今開こう開こうとしてずっと戦ってる。それこそ48年間ずっと苦しんでる。うん。何のために瞑想したんだ苦しいから。現実逃避。 エクスパンドは向こう側に行ったままこっちで遊んでるかな。あーありがとう、カツさん。はいよ。どうやって瞑想するんですか僕はだから、まああれですよ。悟るかどうかは別問題として、あの、いろんな本を読んでましたね。あと体験、独学。あと、まあ、新言集計の禅寺を使わせてもらってましたね。でもあんまり意味がない。 戦っててるのを助けてはあげられないんですかもちろん無理です。もちろん論で無理です。ただみんな行きます。大丈夫です、はい。もちろん論で僕は何もできません。何かをするのは自分次第だし、向こう側次第なんで。だから受け入れてあげてください。楽しんでください。優しくしてください。心を開いてください。ヒントを見つけてください。すぐそばにあります。 あなたたちが思ってる、僕たちが思ってる、我々が思ってるよりも、はるかに身近です。横尾忠則の絵。あっ、OK、ちょっと待って。横尾忠則。すぐわかるから待って。横をただ、あ、横尾忠則。ちょっと待ってね。わかんない。知らない。 つさんと俺が絡みあるかどうかしらんこっちか惜しいけどね。 つう。惜しい。答えではない。近いところまで行ってるって感じかな。これは、見え、見てない。近いところまで行こうとしたんだろうけど。向こうに行こうとはしてる。でもつう。 つな、えたなんて読むんだろうえっ、ー、と、棚綱、棚綱、棚綱圭一。ああ。ふふん。あー <laughs> あー、言ってる。なけい一は言ってる。<laughs> うん、言ってる。完全に言ってる。 完全に言ってる。うん。田夏な啓一は言ってる。この人言ってる。うん、言ってる言ってる。確実に言ってる。この人は。もうヒントだから、だらけじゃない。答えだよ、これ。あ、言ってる。言ってる言ってる。ああ、もう言ってる言ってる言ってる。完全に言ってる。サムさんこれ言ってるよね。完全に二人目は言ってる。棚夏さんの方は。 うん、もう完全に持ち帰ってるよ。絵によっ、ああ、言ってる言ってる言ってる。もうこれなんか丸々答え。要は、里、向こうの世界に会ってきたってことよ。言ってる言ってる。全然言ってる。全然言ってる全然言ってる。この人本物。この人言ってる。この人見てる。うん、この人言ってるね、シャムさんね。あ、これすごいわ。田夏な圭一。やばい。 ああ、もう完全に言ってる。完全に言ってる、この人。この人はヒントを残してるね。絶対言ってる。100%。うん。横尾さん違う。うん。棚綱さんは言ってる。ああ、言ってる、言ってる、言ってる。完全に言ってる。あ、これすごいな、棚綱さん。これすごいな。なあ、言ってる、言ってる。もう100%だね。うん。 棚網さん棚網さん棚網さん行ってる。うん。行きかけてるなっていうのがこの辺の作風。この辺はまだ入り、まだディープなところじゃない。こっち側がもうね、あの作品の後期か中期か全部わかる。これも行きかけてる。これはまだ行ってない。行きかけてる。だけど、もうこ、この辺になると完全に行ってる。この辺は。 <laughs> うん。ははは。ど、どの時期かでわかるもん、もう。この時期はもう完全、深いダイブしてるなとか。あ、これまだだなとか。これだから何書いてるかみんなわかんないでしょう。もう。そういうこと。 何書いてるか分かんないでしょ、これ。え、この人生きてんのあー。やべえな。この人生きてんのあーら。 ああ、そう、うん。生きてる。うん。うん。 今日なんだ。うん。 YouTube のと、とわでい、マインドウォール。ちょっと待って。ああ、動画ね。動画で言ったら俺はコンサトシに会ったよ。ボイスト。まず、まず作家であったのコンサトシだった。向こうで生きてた。えっ、ー、と、とわ、ちょっと待ってね。 ちょっと待ってね。とわ、とわ、てい、とわてい、マインド、とわてい、ま、マインド、マインドウォー。ちょっと待ってね。うん発光庭みたいなビジョンに変わるのい、えわかります。絵は楽しいですね。絵を受け取った方がいい。絵は特に奴ら教えてくれてる。 ちょっと待ってねマインドウォールん全然全然全然模倣さ話にならない模倣さん模倣さ話にならない 全然。模倣者だよ。絶対言ってない、うん。絶対言ってない。間違いない。とわていっていう人は見てない、うん。無理。アレックス・グレイ、ちょっと待って、ね。 いいね。答え合わせは楽しいね。アレックス・グレイ。ちょっと待って、この棚、なんとかケージ、ブックマークさせて。えー、っと、どうしよう。こいつをコピーして。ちょっと待ってね。一人一人。 Come on. メモ出せてちょっと待ってアレックスなんだっけもう一回書いてアレックスなんだっけアレックスグレイうんアレックスグレイ ちょっと待ってね。アレックス、アレックスグレイ。アレックスグレイ。ちょっと待って。<laughs> バリバリじゃん <laughs> やっべえな、こいつ。完全に言ってるじゃねえかよ。 バリッバリだわ。な、バリッバリだよ。やっべえな、こいつ。バリッリ。バリッリ行ってるから。バリッリ向こう側。うん、バリッリ行ってる。うん。ていうかもう、俺こうなったんだよ。うん。バリッバリだよ。こういうこと。うん、バリッリすげえわ、こいつ。やばいね。 ああ、こういうこと、これ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 。これ,これ,こ,れこれ。うん。これこれ。まあ、これこれ。こういうこと。アレックス・グレイね。やばい。ありがとう。やばい、これは。アレックス・グレイね。<laughs> やばい。やばいわ、こいつ。やっばいね。やっべえな。 ああ、すげえの知ったな。アレックス・グレイね。やばいわ。とんでもない。うん。いやー、もうぶっ飛びまくってるね。ていてよく帰ってきたな、こいつ。よく帰ってきたな。ーやばい。えー、パブ、パブロアーマリンゴ。パブロアーマリンゴ、ちょっと待って。やばい。 いっぱいいるじゃん。ちょっと待ってね。えぶ、パブロパ、ブロあま。パ、パブロパブロあまパブロアマリンゴ。おおおー。おー。あー,あー,あーサムソンダメ。 シャムさんダメこれはダメだよシャムさんシャムさんダメシャムさんダメ いっぱいいるよ各社は 台湾ちょっと待って台湾の綾虹ちょっと待ってね綾なんて読むんだろう綾虹綾虹綾虹香港でいいのかな綾虹ああ綾虹 んああ、ああ、ああ,あ、うん、うん、持ち帰ったな。表現があれなだけで器の問題で完全に言ってるよ。っていうか再現しようとしてるんだよ。ただこの人アーティストではない。アーティストではないけど、向こうに行って多分素人がやってると思う、この人。この人は画家ではないの。で、器が素人なんだけど、 完全に持ち帰ろうとしてる。だから言ってることは言ってる。ただアーティストではないはず、この人。あの、素人。え、絵のね。表現力が足りないんだけど、完全に向こうに行ってる。多分、素人なはず、この人は。だけど、頑張って向こうを再現しようとしてるの。言ってるのは言ってるよ。ただ、画家ではない。要は、これを成りわとしてない人のはず。 だから、何んとかしようとしてるんだけど、お俺みたいなやつ、<laughs> 器が小さくて、でも頑張って、言葉でやろうとか、要は、ブッダはもっとバイリンガルで、知識豊富で、天才でって。だけど、あの表現しきれないけど、表現しなきゃってやってる人、うん、それでもつまらないことでくよくよしたり、思考の限界があるんですよね。 人間でいる以上、公約、あっ公にあったよ、白猫さん。<laughs> あの、安心して荒野にあった。向こうで笑ってたよ。うん。来るって言われた。うん。うん。ま、う、あ、ん、いや、わかるけど、ダメだって、ちゃさん。<laughs> あっ、公にあったよ。ロアコさんにもあったよ。もちろん。うん。え、何が絵え,えなのだから全部って言ってんじゃん。 荒野にちなんでワドさんこっち来んのって笑ってたよ。うん、ああ大丈夫幸せ、うん。安心した。うん。荒野に会ったよ。泣いたよ本当に。ロハコさんもまだ早いでしょうってワドさんまだ早いよって。 もうちょっと遊んできないよ、和田さんは。待ってるよ、って言ってたよ <laughs>。こうやもう、遊んでるって。向こうが楽しいみたい。大丈夫。だから、あの、大丈夫だよ。<laughs> 鍵を渡すところ。あー あの、パブロに関しては、あの、消し、消そう。<laughs> うん。パブロに関しては消そう。もちろん、あの、全員大丈夫よ。ただ、うーん、あの、こっちでは色々苦しかったみたいだけど、辛かったみたいだけど、でも、もう向こうですげえ荒野らしく生きてたから、あの、 大丈夫だから、うん、恨まないで、うん、ちょっと待ってねシューブシューブん戻,らん戻りたがるわけがない、うん、でまた生まれてくんじゃねえかなシュバルの理想シュバル シュ,シュバル、シュバル、シュバルの、シュバルの、ちょっと待ってね、来たかな。リスあー、これはね、シュバルは、これはね、作りながら行こうとしたんだと思う。ちょっと待ってね。 これね、作る過程で、行こうとしてるんじゃないかな。ちょっと待って。あちょっと待って。シュバルは、シュバルの理想、牛理想なんて読むんだろう、うん。ちょっと待って、シュバル、あ、ちょ Google マップ開いてちゃったシュバル違う違う違う。画像検索、シュバルの、シュバルのこれか。 ああ、うん。ゆっくりゆっくり行こうとしてるんだろうな。これね、多分ね、最初と最後の形が変わってるの。だから、行こうと行こうとしてる。作りながら。だからゆっくりゆっくり、向こう側に行こう行こうっていう。だから最初作ろうと思う。 とててたものから遠くなってってるんだよ多分、うん、素晴らしいね、これは。だから形が変わっていってるね。なんでだろう。多分最初は何の気なく何かを作ろうとしてたんだろうけど、ゆっくり見えていったんだと思う。うん 行って帰ってきたんじゃなくて多分、行きながら作ったんだと思う。だから、最後の方見えてたんじゃないの最後の方、だから死ぬまでの、行きながら作ってたんだと思うよ。最初の頃の原型のアウトラインが見えるの。多分、普通になんのけなく何かを作ろう、家を作ろうとしてて、こう、作っていくうちに突き詰めていったんだと思う。多分。あれあれって。だから、その、は、グラデーションになってる。 その向こう側と最初作ろうとしてた骨組みとグラデーションになっててそれがすげえ面白いっていうこの人も多分そのだからアマチュアさっきのに近いさっきの人が突き詰めていくと絵がああなっていくの要は突き詰まってアーティストになるとだからアートの後半の部分とその人、器の部分がこうグラデーションになって,てすごく面白かっただから成長過程っていうかその 面白いね。普通、作品の場合は、一個にするけど、建築物だったからじゃない。あ、でも、サグラダファミリア、そういうことなんだ。誰だっけあれ、作ったの。サグラダファミリア、そういうことなんだ。あ、サグラダファミリア、そうじゃん。誰だっけあれ、作ったの。あ、サグラダファミリア、そうじゃん。よくよく考えたら。 今気がついた。だからサグラダファミリアの方が、この人がやりたかったところなんだよ。多分。だから、ガウディは設計図でやったじゃん。だからガウディは設計図の段階では見てんの。だから、この人は多分自分で作ったんだと思う。ゆっくりゆっくり。わかんないけど。この人がどういう人か、写真見ただけだから。多分、素人系じゃないの。素人が作った系なのはわかるけど。 で、多分途中から開いていったんだと思う。で、ゆっくり向こうに行くプロセスっていうか。だから墓だよね。これは。自分の。最終的には墓になったんでしょう。シャングリラ本当にあるんだね。つって。うん、っていうかマジでどうしよう。寝ようか寝まいかどうしよう。う何時間やってんだよ、これ。 どうすっかなでも、なぁ。でも、良かった。すごい、いろんな人に会えた。ありがとう。特にこの人すごいね。あの、さっき教えてくれた人誰だっけありがとうね。これ教えてくれたの誰あの、最後のアレクサンダー・グレイ。アレクサンダー・グレイはちょっと震えたかな アレクサンダー・グレイはすげえわ。ぶっ飛んでるね。あ、う、れ、ん、アレックス・グレイか。アレックス・グレイはやばい。やっばって思った。あの、アレックス・グレイやばい。うん。<laughs> サグラダ・ファミリー行ったけど、3D 設計図を見た時にガウディの脳みその中の、あは <laughs> アレックス・グレイ教えてくれてありがとうね、マジで。アレックス・グレイはよく見た方がいいよ。ちゃんと見た方がいい。アレックス・グレイの絵欲しいな、これ。超やべえ、こいつ。ガッチガチの本物。 ごくここまでにとどめたな、この人。本当はもっとできるんだよ。本当、あー。あ、いや、後半もうぶっ飛んじゃってんじゃん。いや、アレックスグレイは、やべえ。うん。やっべえな。 アレックス・グレイ。うん、アレックス・グレイ、ほんとすげえな。違う。この人はもともと画家で、スッカーンって言って、ガチーンって書いてる。うん。よく帰ってこれた。いや、本当に思った。そう。うん。なんか向 本当にそう、よく帰ってきたなーって。ね。よく帰って、<laughs> よく帰ってきたなーっていう。いや、本当に。うん、よく帰ってき、たね。ここまで行ってんのに。 俺らのためになのかな俺らのためにつうか、まあ、極論自分のためなんだけど。いや、ほんとによく帰ってきたな、だよ。やばっていう。うん、もう、すごいもんね。完全に、いってるもんな。 だから目が、目、目を描いてるところがすごいよね、やっぱ。うん、ああ、だから全部のことに言えることだけど、意味はない。理由もない。理屈もない。ただ存在してるだけ。悲しいぐらい。徳を積むとかねは、こっちのルールかな。<laughs> あの、人間の都合だね。 いや、あのね、それもメタファーだよ、コーク。目でない。でも、目としか言えないんだよ。あのね、ここであることは間違いないんだけど、目ですらないんだけど、目としか言えないの。ビジョンを見てるから、あの、目で見てると違うんだよ。だから、実際の目じゃないの。本当の目がここにあるの。そう。目をつぶると開くんだよ、ここが。熱を帯びるの。 だから、うん。<laughs> ここね。ここ。インド人がシール貼ってるところだよ。ここ。ここから、ここが、ここになるともう完全に見えて、ここから抜ける。ここからもうバチーンって抜けんのだこ。ここまで開くかどうか。うん。同時に行っちゃってますね。うーん。 いや、これすごいっすね。天才っすね。あ、要は向こう側の天才というか。うんまあ、フリーメイソンはあんま関係ないやん。あいつらわかってないよ。いや、アレックス・グレイはやべえな。突き抜けてんな。 あとまあ、ベタだけどね、ダリとか、ピカソとか。まあまあ、ダリとかピカソとかまあみんな知ってるけれども、うん、まあまあすごい、まあすごい。てかよくこんな絵描けるなやーばい。やばい。やばいよこれ。 これが一番好きだな、俺は。お今川さんお疲れ。今答え合わせやってる。俺はこれが一番好き。これは、扉を開いた瞬間を描いてる絵なのね。要は、向こう側に行く瞬間を描いてるの。だから、行った後の絵じゃなくて、行く瞬間。この絵好き。うん。まあ、空間じゃないですよね。それをよく二次,次元に落とし込みましたよね、これを。 多次元をよくここまで落とし込んだっていうか。だから天才っているんだよな。あアレックス・グレイの合集買おう、俺。これは買おう、うん。これはすごいな。この開き始めが好きだな、俺は。 要は、あの、器から出るところってうか、海岸させるところなんだけど。わ、うん、かるわかる。これはだから、開く瞬間、これ目つぶっ、目開いてると思うでしょこれ目つぶってんの。エ、ね、シャムさん。これ目開いてないから。目つぶってるから。第三の目で見てんのね。目開いてるように見えるでしょみんなは。目つぶってんの。わ、うん、かんないでしょ。 これは目は閉じてるんだよ。完全に。下向き、下向きに目閉じてるけど、第三の目で見ちゃってんの。よく見るとこ。これすごいな。あかんでしょ。この人文字まで書いてんじゃん。え、この人ユダヤやべえことやってるぞ、この人。 解説できるるうかだから分かるんだだら、うんよ第3の目始まりっすよねこっから向こうにダイブするおお人気ヘルパーさんいらっしゃいだから行く行き始めっていうのかな、うん、いやーすごいよ マントラとかよりマンダラだね。あの、マンダラ、うん。一番近いのは。マントラとかは音だから俺は聞き取れない。凡字もわからない。凡字は呪文だね。凡字はダメ。マントラは形式的。あ、一番いいのは、えー、っと、マンダラ。マンダラが一番いい。マンダラは完全に向こうのビジョンを書いてる。っていうか答えそのもの。 うん、まあ書くなって言った意味がわかるね。ブッダがそれ書いたらダメでしょって言った意味もわかる。うん、マンダラだね。マンダラは向こうの人の絵だよ。まあ書く人によるんだけど。だけどまあそれもコピーなのか本物なのかっていう話で。本物を各社者が書いたマンダラかどうかはね、分かんないもんね。 だから、さっきのアレックス・グレイは正しいよ。これマンダラだから。マンダラはやばいけど、ダメなマンダラもありますよね、多分ね。わかんないですけど、ダラ見てないんで。だから、ダメなマンダラと <laughs>、本物のマンダラがあるから。アレックス・グレイはもう俺、A 買うって決めたね。画集買う。どんなに高くても絶対手に入れる。それくらい来た。高いんだろうなアレックス・グレイのさ、画集っていくらこれ。 これ欲しい。これ全部見たい。これさ、いくらするのアレックス・グレイのこの画集。これ絶対欲しい。ポスターとか欲しいな。いくらすんだろう。後で調べるわ。これはエグいね。全部欲しいな、アレックス・グレイは。 あーらー。あら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 。<laughs> すげえな、これ、うん。いろんなの売ってるいくらくらいすんなら合衆。ターミネーターか。え、万華鏡を見たああ、万華鏡か。 ああ、はい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 。あ、万華鏡か。作ったやつやべえな。万華鏡を作ったの誰か文献残ってんのかなちょっと待って。ホムラ型土器かなちょっと待って。っていうかね、もう古代人になると全員持ってる感覚だから、俺らが閉じてるだけだから、古代人レベルになってくると、土器レベルになってくるともう全部だよ。 うん、要は、三種の神器とか、天皇が持ってるのとかも全部。向こう側のし、だから神具なんだもん。えほむら型。ほむら型、なんて言うんだろう。ほむら型でいいのドキ。ほむら型ドキでいいのかなな、な、合ってるほむら型ドキで。火炎型ドキか、ごめん。火炎型ドキだ。あーうん。 火炎型土器。いや、向こうの人はだからもともと持ってる知覚だから。うん。いやいやいや、いやだからまあもともと持ってるよ。当たり前じゃんっていう。そう。要は言葉を使わないでコミュニケーション取ってたんだからこいつは。もう間違いないよ。うん。もう、っていうかもう向こうとこっちっていう概念がなかったからこの頃は。だって人間動物だったんだもん。 向こうの世界とこっちの世界の区別がもともとなかったから。だから、この力を失ったんだよ。この、これ誰でも作れたこのパワーを人間は失ったの。うん。ああ、そうっすね。万華鏡っていうのは、確かに言われてみたら、誰が作ったんだろうっていう。まあだから、の、残ったんだろうね。未だに。あんな昔の遊びなのに。まあそういうことでしょ。 万華鏡いいかもしんないね。多次元万華鏡だよね。万華鏡いいね。あ、もう、この頃の時代、だからこれとかそうじゃん。この土偶とかも完全にわかってる人だよね。だから向こう、言葉を持ってなかったんでしょ。だから、当たり前に持ってた知覚っていうか感覚だったんだよ。当たり前だったんだよ。 ていうか、俺死ぬんじゃねえかなこのまま。大丈夫かな <laughs> 完全にコントロールできてないんだけど。死んだらごめんね。うん、完全にコントロールできてねえ。だから、向こうの体感なんだよ、俺今。<laughs> まだ慣れてない。赤ちゃんだから。 ベイビーだからねまた帰ってこいよそれは俺が決めることじゃないからでもみんなに会えてよかったよみんなに会えてよかったまあダ・ヴィンチはまあ まあ、そうっすね。なん、レオン、ダヴィンチ医者で画家で、あとなんだっけ、勃起のメカニズムでしょで医者でもあった、あ、そっか、医者でしょあとなんだっけ、飛行機とかの設計図も作ってるし。まあだから、器がね <laughs>。あれは、器が、建築も、いや、だから器が、もう、あれはだから、そのまんま、いや、もう、かわいそうだったと思うよ。 苦しかったと思うよもうあれはだから神の使いっていうかあの半分神だからあれ <laughs> あのもうだからえっ、ー、とね半分神パターンみたいなのがあるのねあ後悔するから <laughs> 答えもらった時にああごめんっていう気持ちをなるべく少なくあのその最後の答え合わせがあるからその まあ、ただ、ああっていうだけなんだけど、結局同じところに行くんだけど、全部、自分を一瞬で体感、人生をばあって、もう一回行くことになるのね。その時に、悔しくない方がいいじゃん。ああ、大変ですよね。もう、苦行ですよね、ただの。<laughs> あの、なんて言うんだろう。ごめんね、とか、そこで、せっかく、残埋って言うんだけど、仏教の言葉だと。 残米をするのに、一回反省会が入るからもったいねえよっていう。<laughs> あの、嫌じゃん。なんか、説教された後に飯食うのと、ごつ説教された後にハッピーバースデーみたいな、イやイシャンパン開けて、みんなで楽しくやるのと、ね、普通にみんなにおめでとうって言われるのかの差だから。だから、あの、一回説教嫌じゃん。ちょっと。俺めちゃめちゃ説教されたかんで、ね。 マジごめんだから。だからそういうこと。うん。あのー、徳を積むとかじゃなくて、徳を積むとかじゃなくて、優しくした方がいいよっていう、ただ単に、うん。別にしなくてもいいけど。どっちも正解だから。うん、っていう話ですね。白猫さん。 正解だから、ただの。ただの答えだから。ていうか、アレックスグレイ。アレックスグレイ。今日買おう。本屋行こう。ちょっと待って。値段調べるわ。アレックスグレイ。これは買わないとダメだ。アレックスグレイ。お !3000 円マジかよ。 超お買い得。3000円絶対買うわ。<laughs> 絶対買えじゃん、こんなの。3000円<う>いや、直接買いに行く。本屋に。あの、本屋でずっと明日、5時間ぐらい答え合わせしようと思ってて。 ずーっと一人一人こう本で「お前もかよ」とかやろうと思ってて「いたいた!」みたいな「君もか!」みたいな「ありがとう!」っていう書店とかになくてもまあ何人かいるっしょうん解放 あなたのせいで民剤飲んでも一睡もできません。解放すごいんだけどどうしたらいいのすげえいるよ。すげえいるよ。ちょっと解放どうしたらいいんだろう。あなたのせいで一睡、民剤飲んでも一睡もできません。えー、今日は午後からヘルパーさんと歯医者の予約が詰まっているので、上記の列を文面でお願いします。ごめんねっておくろう。 ごめんね。ごめんね。ごめんねっておく。び <laughs> らき小開きじゃない。要はもう答えはもらったから答え合わせしてるだけ。開いてない今。死後の不安を感じるのは心の安定を図って優しく言ったらいい。人間的に説明するとこんな感じ。これ、シャムさん。 白猫さん、これこ、コピーっといた方がいいよ。死後に不安を感じるなら、心の安定を図って優しくいたらいい。そう、こっち側のルールってこと。向こうにいきなり飛び込むときに、すっごい恐怖を味わうか、一回ねかい、ものすごく優しく包まれるんだけど、超不安で、超怖くて、超痛くて、嫌だ、嫌だ、嫌だって言って向こうに行くか、はーって行くか。どっちか。嫌でしょ 嫌だ死にたくない嫌だ嫌だっつって死ぬかっていう話。やめてやめろよって言って、最後はゴールは優しく包まれるんだけど、アーメージングレイスってなんだけど、ね。<laughs> どうせなら、アメージンググレイス聞きながら行きたいじゃんって話。そう。そういう話。だから、どっち選んでもでもどっちにしろゴール一緒だから、それはあなたの生き方ですよって話をしてんの。だからブッダも一緒。 キリストの教えもそれただちょっと国のルールとか時期とか人種とかあの習慣とかが違うからそれはバラバラになるじゃん時代も違うしあのー、死にたくないがまずあのー、愚か <laughs> 絶対死ぬから <laughs> 絶対死ぬから その死にたくないを強めれば強めるほど苦しいからね、うん、その一言だけですかあれだけバカに態度にしたのに、うん、解放めっちゃ怒ってんなうんメロって送るわメロメロうん 常日頃から穏やかでいる練習をしとけば今週も不安は減るでしょう。でも心配ない。あ、心配ないよ、うん。むしろマジかよって思うよ、うん。それが修行とかじゃなくて答えを知らないから怖いんだよ。受け入れちゃえ。うん、この世のものとは思えない快楽が待ってるよ。<laughs> だから。 あの、何にも生きてる時のギリギリに苦しむの嫌でしょ。だからみんなに優しくしな。誰かが手繋いでくれるよ。誰かが抱きしめながら、あったかい日差しの中、ね。ありがとうねってみんなに泣きながら、自分が安らかに眠るように死んでいくか、誰かにぶっ殺されるかっていう、恨まれてっていう。うん。そうそうそう。だから、 あの、みんなに優しくしなっていう話。生まれる前のことも知らないんだから、死後もわからなくたって平気なのかなって思う、今日この頃。え、生まれる前のことどころじゃない。全データもらうんだよ。<laughs> 全部わかるよ。<laughs> 何言ってんの、モイスト突きつけられるよ、答えを。モイストだから全部の意味わかってないんだって。全部だから。 だから、う、だから多次元の宇宙あるよって知るってことじゃないよ。多次元の宇宙の全情報を全部入るから。い一つになるの、それと。アクセスしちゃうだいぶどころじゃない融合するっていうか、裏返るというか。だから、あの、生まれる前のこと知らないとかじゃなくて、全部自分にブーメラン、とんでもないブーメラン来るからね。バービューンって。 数十名の各社に会いましたが、各生者に会いましたが、その半数は現代に対応できず精神病棟や。ああ、そうだろうね。残りの半数は安静地味に暮らしてます。ああ、まあそうだろうね。うん。そりゃそうでしょう。だから向こう側に行っちゃったんでしょ。精神病。だから、帰ってこれなかったんでしょ。だから、朝原もそうでしょう。うん。 だからアーティストとか才能のある人ほど、芸大とかに行ってる人、ノリコの話だと、友達みんな死んだって。うん、才能のあるやつは向こうに行くんだよ。病院、草間弥生とかも病院に住んでるじゃん。うん、いや、超特大ブーメラン帰ってくるからね。しかも全部覚えてるからね。忘れてると思ってるでしょ。全部覚えてるから。自分のやってきたこと。されたこと。 嬉しかったこと、悲しかったこと、嘘ついたこと、全部返ってくるからね。それは消せないよ。この中に全部詰まってるから、忘れてるだけで。全部書かれてるから、あんまり舐めないほうがいいぞ。<laughs> やばいよ。ちゃんと長文で謝罪してください。 めんどくさい,めんどくさい全部鮮明どころか全部だよ、うん、だから楽しみなってずっと言ってんだ優しくしなって楽しみなって <laughs> う,うるせえなもしもし いや舐めてんでしょうじゃなくて朝にさ電話かけてくるぞ近所迷惑だからさ寝れないの寝れないよ寝ないよ寝ないよって寝れないんだよんそんなことよんんえ今は俺もだよ とにかくさっきの電話ひどかったんよねほんとにだ,だってあ配信外で謝っても許してくんないじゃんせんべいバリ,バリバリ食べながらさ柿の種なんか知らないけど <laughs> 柿の種柿ピーおいしいんだもんだってそれを、うん、ダンカンさんやあきたおさんと同じにできる、うん できないでしょいやできないとかっていうかまあ北郷さんは笑うけど。っていうかまずやらないでしょそういうことを。まあ。だだかかから舐めてかかってっんだよ <laughs> いや別に解放だからそういうことしたわけじゃないよ。寝、ね、なだから寝れないから私だって困ってんだよ。そんなの俺に言われても。 困ったなんひどいよねだどうしたらいいんだよじゃあ <laughs> そんな今から会いに来いって言われても無理だし会ったら唾吐きかけてやるって言われてるし弾観塾やめるとかやめないとか言われても困るよ俺。 とにかくあの、せんべいのは何だったの、あれ。せんべいのは何だったのって、どういうことよ。延々食べ続けて、柿の種、人の電話中に。だって、止まらないんだもん。美味しいんだもん。何度もやめてって言ったよね。いや、だ、止まんないんだもん。しょうがないじゃん。<laughs> おこなの。 それは怒るに決まってんでしょ許してよ人があんな真面目な話してる時にうん。だって柿の種止まんないんだもんほんとふざけてるよねどうしたら許してくれんのじゃ仲良くやろうよ と何かく態度が舐めてる。<laughs> 態度が舐めてるって言われたもの、うん。どうしようかなぁ。態度が舐め腐ってるよ人のこと、うん。なんでそんなになっちゃったの解放。そうしたのはあなたでしょ。なんし、え、俺そんなんじゃないよ。 いやだからコガネムシをひっくり返した時のお腹に海保の顔がそっくりって言ったことは謝るし毎日毎日ストーカーみたいに長文のメールを送られてきたり夜中とかに電話かかりまくってきてイライラしてて放送もね放送っていうか LINE もブロックした時に放送中に別の話してんのにブロック解除してブロック解除してって連投されて「死ね!」って言ったのは謝るよ。 イライラしてたから俺もそごめんね俺もいろいろその放送のこととかプライベートのこととかでイライラしてたからあとまあ解放のそういうやめてっていうことやってきたからイライラしちゃって死ねばいいって言ったのはごめんねで柿の種の件は柿の種が美味しかったから止まらなかったからごめんね ちょっと失礼だと思ったうん私だけじゃなくてリスナーさんも言ってたからみ,みんなが思ってたことだよ。えみんなが思ってたことだから話が大嘘って嘘ついてないよ。話が上の空上の空って言われたもの。じゃあどうすればいいのど,どうしたらいいのなどうしたら納得するの いや俺のことおとしめたいだけじゃん恥さらし恥をさらしたいだけじゃんで私が正しかったんだってみんなに言いたいだけじゃん貶としめたい俺が恥をかいたり俺が泣きじゃくったりとか俺が恥かいてるところを自分のリスナーに見せて私が正しかったんだってやりたいんでしょそんなこと じゃあなんで配信に上がって土下座しろとか会いに来て唾吐きかけてやるとかさ言うの土下座してなんて言ったことないけどまあまあまあでも会ったら唾吐きかけてやるから来いって言ったじゃんでダンカン塾の前で番組始まったらスタッフで謝罪しろとか言ってたじゃんダンカンさんと北郷さんの前でって だからそんな態度じゃ一緒に仕事できないよって言ったじゃん。だから縁切るねって。俺何度も謝ったじゃん。ダンカーさんや北郷さんの前でなんて言ってないけど。言ってたじゃん。番組始まってみんなの前で謝れって。でもだって北郷さんもダンカーさんも、ねえ、みんなもハニー大きいとかも関係ないし、全く。 そんな空気で面白い番組、コメディーなんか作れるわけないじゃん。はい。じゃあ、謝ったところで番組始まります。皆さんおはようございます。って YouTube 始まるわけないじゃん。だから、解放も辞退した方がいいよ。自分で言ってたけど。代わりはいくらでもいるよ。私、ワドンさんのせいに辞退したくないんだけど。 なんで和藤さんもいや、自分がスタッフさんに辞退するって言ったんじゃんの謝罪がなければ。違うよ。和藤さんの謝罪がなければ、もしくは和藤さんがスタッフから抜けない限り私は辞退しますって運営さんに送ったんだよ。で、俺ごめんねって解放って言ったら、怒って、配信外でかよって言って、今から家に来いとか、コラボ上がれとか、寝れないからって今も電話かけてきたるとやめてっていうことやってんの。解放だよ。 じゃあやめればそうじゃなくてやめろっつった自分で言ったんじゃんやめなよもう LINE の対応があまりにもひどすぎるからであなたもなんでな何が気に入らないの、うん、柿の種のさ柿ピー一緒に食べようよ 仲良く手つないで公園で何それえ手つないで一緒に柿の種食べようよ忙しいんでしょいや海保は新宿に来るんで今から寝れないから俺は忙しいよ 私も今日はヘルパーさんと配者さんが詰まってて無理だよえ予定,予定が入ってる予定が入ってるなら寝なさいよけど寝れないんだよねえどうしたのだから民財より民財以上に頭にいろいろ考えることはあるからじゃないだからどうしたら許してくれんのよ まあ、<laughs> 許さなくてもいいんだけど <laughs>。ど、どうしたいのふ人で柿ピー食べればいいじゃん、仲良く。柿ピーね。うん。嫌い柿ピー。いや、嫌いではないけど。でしょ でしょ、開放。本当は好きでしょ、かピン。なじ、何味が好きいや、あんまり知らないから、普通のノーマルのしか食べて、あんまり食べたことないけど。カメだうん、カメだ。美味しいよね。うん。止まらなくねだけど、人と電話してるときは食べない、私は。そうそう。だって、電話して謝ったときは柿ピン食べてなかったじゃん。 食べてたよずっと違うよコラボに上がったときだよその間三十分間ごめんねってちゃんと謝ったじゃんその間さちゃんちゃん私食べるのやめてって言ったよね、うん、止まんないんだもん だから柿ピーの方が大事だったんだよ解放よりそれもひどい話やけどねいやひどい話だけどもう正直どうでもいいっていうか柿の種食いてえが勝っちゃったんだって解放よりそれはあんな真面目な話してたのにうん でも、それは、もう、だから、柿の種以下だから。私の話はでしょっていうか、解放が。私が。うん。セブンイレブンの柿の種以下の存在だから。 ほんと失礼だよねだって、海保俺に嫌がらせいっぱいしてんじゃん。それ嫌いになるでしょ。でも、今はそんなことないけどね。だから一緒に柿の種食べたら仲良くなれると思ってるけどね。 柿の種かねうーんじゃあ海保に聞くけど俺と柿の種どっちの方が好きそれは柿の種で私は、ね、だから俺も一緒だよだから柿の種一緒に食べればいいんだ海保は俺より柿の種が好き俺は海保より柿の種が好き じゃあ二人で柿の種食べたら仲良くなれるの対等になるんだよ、そこで。もうそれしかないよ、はっきり言って。俺らは柿の種以下だって認めない限り無理だよ。俺らより柿の種の方が売れてるんだもん。だから、そんなね、どんぐりの背比べしててもダメ。 俺が偉いとかどっちが謝れとか柿の種以下なんだから俺らでしょだって普通じゃないもんい、ね、だって普通じゃないの知ってんじゃん俺のこと普通だと思ってたのいやそうは思わないけどでしょ無理だよお前も普通じゃないし俺も普通じゃないもん だから、くだらないこと考えてないで、柿の種食ったら終わりなんだって。はあ、そう思わない。よくよく考えたらそう思うでしょ。落ち着いてきた まあ、うまく丸め込まれてるなと思ってるけど。でも、合理的だなっていう。だから、ちょっと由来では来てるわけじゃん。まあ、確かに、みたいな。まあ、ムカつくけど、確かにな、みたいなところあるでしょ。はあ、<laughs> じゃあ、もう答え1個じゃん。 それでいいの一応それでいいわうんじゃあ柿の種弾丸塾の前に2人で食べれるの YouTube に上げて終わりねうんでそこで絶縁ねもう今後一切関わらないお互い柿の種で仲直りして、はい、もうそこで他人だからねうん、うん、あとはもうほんと仕事仕事断寒塾という仕事だけのドライな関係だよ 愛情も友情も一切ないうん、うん、あそんな人いましたねみたいな感じだよお互いうん、うん、じゃあそうしよういやよかったおやすみはい お,おやすみなさーいおやすみーよ,よかったニルバーナだかんねなんて言ってもね <laughs>、うん、おてん,てんさんいらっしゃいそうそうレンタンさんいらっしゃいおボアジョウだカラスさんいらっしゃい まあ、ちょっといろいろあってね。あの、悟る前に。ちょっとね。まだ、まだ神様に出会う前にいろいろあってね、うん。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。いや、あの、ラッキーさんいらっしゃい、うん。すごいんだよ、もう長文でさ。<laughs> 謝れとか、もう。なんで俺の囲いってこうなるんだろう。このレベルでもうずっとだよ。 これやばくないこれ解放側なんだけど、もうずっとだよ、あれから。やばいでしょ。しかもこれカン職の運営さんにも同じことやってんだよ。やばいでしょ、これ。これをずーっとやられたら、それは死ねえって言いたくなるでしょ。うん。これどころじゃないかな、ほんとに。ずっとだかんな。 頼むから、頼むから状態だよ、ほんとに。うん。気違いっつってね。うん。採決が、まあ、しょうがないよね。うん。寝るか。あー、死神はいないかな。あー、死神いるとしたら、だから自分のやってきたことが、要は、 さっき言った優しくなかったり、誰かに恨まれるようなことをずっとしちゃってると、死にたくない、死にたくないや、殺さないで、うわーってずっと地獄の苦しみを味わうだけで、うん。シャングリラ、まだダメでしょ。まだやり残しいっぱいあるでしょ、うん、そうそう。わかんないけど。 巻物っていい表現だね。アッコさんお疲れ、うん。まあ、まだまだ、今世は長くなりそうだなっていう。<laughs> まあ楽しくね。うん、すごいな。 来世はないからな、うん。来世はねえんだよな。今世しかないんだよな。残念ながら。 ヒトラーシャングリラを求めてたけど、暴力で手に入れようとしたかんな。しかも圧倒的な暴力で。まあでも、まあ、俺はヒトラー悪い奴だと思わないけどね。なんか、まあすべてね。すべて。まあだから帰らんねえかんな。小室さんってなんだろう。 360度カメラ。あれはね、スタッフさんの持ち物だよ。あれは、それはスタッフさんの機材で、今番組作ろうとしてて、いろいろ模索中なのそう。あれは俺の所有物じゃないね。いろいろやってるんすよ。 まあまあ楽しみにしていて。みんなを楽しませるよ。自分ができる範囲で。うん。あのね、まあ、いや、あのね、だから、悲しいことも全て含めて、戦争も、何もかも、美しいことも、いいことも悪いことも、全部含めてなるようになってるから。まあ。 間違ってただけでやいうかね、まあだから俺、自分がどう受け止めるかだから。ねいつかゆっくり話そうっていうか、ねあの、ティーパーティーお茶会でもしますかシャムさん。うん、ね美味しい、ちょっとほろ苦い紅茶でも飲みながら、一緒に話しましょう。乾杯、シャムさん。 ブラックコーヒー。ビターなね。ブラックコーヒーでも飲んで、ゆっくりと世界について語り合ってもいいかもしれないですね。 出会えることをシャングリラでお話ししてもいいかもしれないですね。僕らはつながってるんで。うん、おはよう、キムスさん。ティーパーティー。そうそう。シャングリラで飲むティーパーティーですよ。うん、歌手で。 行った人はああ、チャゲアスのアスカはブリってるっつうか覚醒剤で飛んでるだけだからジョン・レノンかな後期のジョン・レノンは間違いないイマジン聞いた方がいいよ心開いてすごいメッセージとか隠されてるからイマジンとラブとかビートルズの時はこの世でもがいてる歌が多いけどもう完全にイマジンは向こうの歌だから うん、イマジン聞いていればいいよ、うん、好みの問題はあると思うけど、うん、好みの問題を見て <laughs> まあ歌歌で言うとなんだろう、うんうん、まあ歌もいろいろあるからなうん ジョン・レノン長く生きてると頭、長く聞いてると頭おかしくなる。ああ。感性が豊かなんだ。うん、そうっすね。LINE 欲しいかな。うん。LINE 欲しいかな。うん。Twitter の DM でもいいし。まあまあ、縁があったら繋がるんで、うん。頭痛くなるというか吐き気がする。ジョン・レノンダメなんだ。ああ。 まあまあダメなら他でいいと思うし、うんうん、今はの清志郎のじゃあイマジンけば日本語で歌ってるよ、うん 私も悟り開いてああキリギリスさん会える会える <laughs> 全然会える全然会える大丈夫あのお父さんの言葉を言うとじゃあえっ、ー、とあのキリギリスさんにねえっ、ー、と楽しんでって笑ってって言ってるよ、うん、ニコニコして幸せになってって今あの清志郎のイマジンもいいよ日本人で日本語聞くんだったら だからお父さんキリギリスさんのお父さんはキリギリスさんがニコニコして楽しんで泣いたり笑ったり喜んでるよ去年亡くなった父に会いたいってお父さんすごく喜んでるからでもあの大丈夫だからゆっくり受け入れてあげて好きな人を失った人に好きな時に会えるんですかえっ、ー、とねえずっと言ってるんだけど俺は今閉じてるから。 俺はまた向こうに行けるかどうかわからない。でもまあ答えは知っちゃったからいつか行くからまあいいやだね。ほんとほんと。シャムさんも同じ人だからシャムさんに聞いてごらん。死者の言葉じゃなくて全部分かったから。うん<ー>。例見たことあるけど、それは行くま、いや、ただの幻覚。<laughs> うん、悟り開いて。はあ、うんああ。 はしろまさし。<柏> <laughs> うん。だから、あの、悲しみも喜びも全部答え合わせが来るから。キリストは何回も開いてるね。釈迦も何回も開いてる。さっきのアレックスなんとかなんか行ったり来たりずっとやってる。人によるんじゃない俺は一回しか行ってないから、まだ嘘はつけないかな。行けないかもしんないし。死ぬまで。うん。 まあだから、悟るとかじゃなくて、いつか会うから。うん。な、涙出たうん。お父さんを、かな、これ以上悲しませない方がいいよ。うん。お父さんは、あの、すぐそばにいるよ。お父さんだけじゃないよ。うん。だから、えっ、ー、と、お父さんは悲しんでるよ。 お父さんのためにさ、あの、絶対会うからああ。絶対会うから。このタイミングで和藤さんが外に開いたのはなんか意味があるんですかねいや、だから自殺したんだよ、簡単に言ったら。<laughs> 死にたくて死にたくて自殺したら帰ってきたんだよ。うん、<laughs> 自殺だよ、うん。だからそういうことはしないでって言ってんの。 なんで帰ってきたんだろうね、俺。わかったはいはい。どうやって死のうとしたんですか瞑想、うん。俺のツイッター全部一週間分クリックしたら全部意味わかるよ、白猫さん。 俺のツイッター行ってきて、一週間前まで全部遡ってごらん。うん。全部書いてあるから。全部見てくればいいじゃん。ツイッターばーって。今行ってきな。気になる人は俺のツイッター見ればいいよ。ああ、このタイミングでこうなって、ああ、こうなって、こうなって。全部ツイッターに書いてあるよ。俺の心の動きが全部わかるよ。あ、繋がってるから。どんだけもがき苦しんでたのかよくわかるよ。 いつかまたみんな一つになる。だから今は楽しく過ごして。それが一番のこの世界での仕事。そうそう。<laughs> いつかまた一つになるからねうん。俺らが他人だっていうことですら、すごく人間的なことだから。 器に縛られてる話だからうんうんおとといよさ3日23日前うんうんうん23日前だねうん、嘘つきは常に正しいいやそれは悟る前ね 悟る前の俺のもがき。だからビートルズのジョンレノ <laughs>。ぶっ壊れたんだよ。うん、あれは悟った後の話ではない。あの、うん、えっ、ー、とね、スメルズ・ライカーティーン・スピリットからだよ。そこから全部新しい俺。うん、スメルズ・ライカーティーン・スピリットニルバーナネハンうん。メモ残してるでしょ。あそこから今の俺。 帰ってきた俺。アセンションがよくわかんないっすね。いや、悟ってるやつは悟ってるし、悟ってねえやつは悟ってねえしっすね。うん。奇跡みたいなこと俺も起こると思ってた。まんま。まんま帰ってきた。記憶だけついで。ありがとう !KP ありがとうカンちゃんありがとう小さなことで腹立たなくなるっうか全部かわいいよ。間違いも、愚かなことも。 うん、全部だって正解に向かってるんだもん。全部ニルバーナだもん。ここにいる全員全員悟るんだもん。全員一緒だし家族だから。もともと一つだったものだから俺らは。アセンションとは全員が編成意識を得られること。編成意識とはちょっと違うね。の圧倒的な答えだから。うん 結果が後からついてくる図強制的に知ることになるとか、帰るだけって感じかな。ハンチさんよろしく。うん。まあ、シャングラに行ったことつか、生まれたことだよね、イコール。シャングランだって生まれた人間と、ね、ここにいる人間が、シャングリラから来たわけだから。うん。だから、何の使命が与えられて、どんな器かは、ランダムだけど、完全にいたずらだけど、 とにかく楽しんだ方がいいよ、うん。金持ちになろうとか、女にモテたいとか、車はフェラーリとか、チョークだらねえから。あ、デジャブのシステムわかったね。うん、ようやくわかった。あの、あれでしょ昔話してたやつでしょ、うん、向こうに行きかけてた。やっぱり、あの、うん。あの、呼んでたんだ。うん、おー、愛子ちゃんこんばんは。愛子ちゃんごめんね。許して。いろいろイライラしてたんだ。ひどいことしてごめんね、愛子ちゃん。 ごめんね。ありがとね。あと、ごめんね、あ子ちゃん。こんばんは。うん。だから、デジャブ、まあ、デジャブは俺の古いリスナーさんはわかるんだけど、あのー、えっ、ー、と、誰だっけ。ケンちゃんでしょ。ケンちゃんの話でしょ。あと、新しい道は、完全に向こう側、子供だったからわかったんだ。大人と子供の境目だよね。 やっと意味が分かった。うん。あ、涙は出ないよ。感動と感謝と、許しと、愛情、温かさ、<laughs> 光、喜び、発見き、希望とかじゃない、答え。うん。涙とかは出ない。包まれまくってるっつうか、覚醒というか、か っていう感じで音,音で言うなら音ではないんだよファーってこうもうツワーってこうグワーって全部を全部を無限の時間で一瞬刹那の無限の時間だから矛盾してるのそう全部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 ,全部 <laughs> 全全部が中に中から中こそ裏返る、うん、何言ってんだろうね病気だよねうん、うん、感謝ですら言葉や思考だからねええー、助けて <laughs>、ね、助けてって <laughs> ボアージをやめてあげて。うん、悟り開いた。時間は、こっちの時間で言うところの3時間。で、向こうで言うなら一瞬でもあり、無限でもあるけど、あえて体感で言うならね、あえて。あえて体感で言うなら20年ぐらい。あの、ていうか時間がないから、向こうは。イエスキリストへ一言どうぞ。えっ、ー、と、魔法使いすぎ。 あの、いくらなんでもやりすぎ。あの、いいやつでわかるんだけど、向こうのルールをこっちに持ってくるなっていう。あの、マナー違反。完全にやりすぎ。キリストは。いいやつなんだけど、いいやつなんだけど、ダメでしょっていう。もうやりすぎ。はっきり言って。うん はっきり言って、もう、ちょっとやんちゃが過ぎたね。多分怒られてると思う。うん。怒られてると思う。向こうで。ちょっとやりすぎって言われてると思うよ。神様いたずらっ子だからね。キリストはやんちゃ。だから、まあ、早く帰りなさいって言われて、一年で帰ったんでしょ。 これはダメだよ。やりすぎだよ。おはよう。早朝から人多い。うん、おはよう。うん、ロムール、はいはい、シャングリラで歌、ま、いましょう、うん。うん、感情も思考も言葉も行動も向こうにはないから、そんなものは足かせでしかないから。 神様って逆戦かなり高いと思う。あーっていうか、なんだろうな。あー理由がないかな。いや、もうギャグだね、本当に。逆戦っていうか、もうこの世界がむちゃくちゃだかんな。昭和に保たれてるけど、人間から見るとめちゃくちゃだよね。やっぱカオスだよね。少女妊娠も本当あまあ、ぶっちゃけ嘘だよね。<laughs> ぶっちゃけアバズレだよね。 完全に旦那の知らないところでバコってるね。うん、<laughs> で、旦那が童貞みたいなやつだから信じちゃったんだよね。うん、100%嘘だね、うん。最後に神様遊び方。遊びがたまにすぎる。本当やんちゃん。まあ、俺らにはね、わからないからね。でもまあ、シャムさんと俺が出会ったっていうことが一つの答えでしょ。 あ、感じ方って人それぞれ違うんじゃないよ。あのこ、シャムさんも俺も同じものを見てるからね。あの、全く同じものを見てる。ただこっちに持って帰るときに経験値が違うから、その見え方が違うだけで答えは一つだよ。確実に。たどり着くところは。うん。<laughs> 不思議っつうか、俺はびっくりした。あ、わかんないよ。 うん、わかるわけがない。うん。嘘、っていうか俺、わかってたつもりだったけど、うん。症女なわけないでしょ。あの、なんて言うのかな。なんだろう。うなんて言えばいいかな。ちょっと待ってね。えっ、ー、とね、わかりません。 五感とか思考とか言語とかを飛び越えた無限にある次元、無限にある宇宙、そこで起こった真羅万象すべてをただ与えられる。というか、そばにある。そんな感じ。俺が悟り開いた途端、ブッダがタメ口で語ってくるようになって、馴れ馴れ、馴、えー、れ馴れしかったから回想した。ブッダは優しいよね。すげえ、リリーさん。 なんであんなめんどくさいことやったんだろうね。ええ、まあやるしかなかったんだろうけど、超優しいよ。ブッダはなんか、残酷じゃ残酷だよね。低能力者は嘘ばっかりか。うん、まあ嘘つきと本物はわかるようになった。無限宇宙、無限次元がちょっと想像つかない。いや、だから、想像、想像と全然違うけど、言ってた、だから、 ブッダの言葉が意味がわかったの結局。キリストの聖書に書かれてた意味がわかったの。だけどそれは言葉とか思考を飛び越えてたのね。だからさっきの絵の方が真理だよ。なんだっけアレックスだっけアレックスグレイだっけあれの方が、マンダラの方が本当のこと言ってるよ。あれ聖書以上だよ。アレックスグレイの絵は。あれえアレックスグレイだっけなんだっけツイッターに書いたけど。うん だから、だから、持って帰って遊んでるよね。遊んでるのか、遊んでるんだろうな。暇なんだろう。あ、神のいたずらだよ、あれ。完全に。完全に神様のいたずら。でも、それに気づくかどうかはみんな次第だから。あの、絵だけじゃなくて、どこにでもあるから、ヒントは。心の迷いがないところかだって、 1+1 は2っていうのを覚えるあそうそうそうえっ、ー、と掛け算とか割り算とか俺数学できる方だったから数学で例えるけど分かった時の理解した時の腑に落ち方って覚えてる初めて算数とか答えが取れるようになっていくって法則を分かるっていうのを分かるその感覚わっ解けたっていう感覚っていうかあれの全て真羅万象 すべてを、あ、あの感覚。あれが、光でも音でも、理論でも、思考でも、言葉でも、聞こえるでも、味覚でも、触るでもなくて、もっと多次元なレベルで、すべてをガンって入るの。だから、それを神だと俺は呼んだり、ニルバーナでもあってるし、ヤハウェイでもあってるし、アッラーでもあってるし、あの、点、なんだろう、すべてだよ。真理の扉でもあってるし。うん すべ、うん、てがガツンと入ってくんの。だから嘘つきの言葉と、要は誰かのテキストを語ってる嘘つきと、本当に真理にたどり着いたやつは一瞬で見抜けるの。だ体験してんの。で、器の問題があるのね、今度。こっち側には体っていう、俺らは器を与えられてるの。で、頭がいい、顔がた、顔がいい、背が高い、チビ、キケージ。えー いろんな器があるので残念ながら器は変わってない、うん。記憶を持ち帰ってるだけだから。だから開いてないよって。うん、だからここの物質ですらものだからこれも器だから同じ場所に帰るから俺らは、うん、あんまりこだわらなくていいよこの器はって言うてんの。 美人に生まれたから向こうで得をするとかいうレベルの話じゃないから。結局みんな一個だから。ただ死ぬ時に最後フラッシュバック、レコードが回るんだけど、全部見ることになるのね。死ぬ時に全部体感するの。全く同じものを全部。誰に嘘ついた誰を殴った誰から物盗んだ全部忘れてることもだよ。誰を騙した誰を突っ放ねた 誰に優しくできなかった優しくした抱きしめたえー、助けようとした全部体感するから。その時に苦しむよ。死にたくねえとか、やめろーとか。まあ、最後はシャングリラに行くんだけど、神に会うニルバーナに達するから救われるんだけど、死ぬ時れえからなっていう話。ただ。死ぬ時に後悔したくないに でしょって。辛い思いしたくないでしょ全部、全部ブーメランが返ってくるから。何のために、あ、いい質問だね。ヒマラヤさん。あの、神様がやること全部意味ない。残酷なほど、うん。意味も理由も人間の理屈なの。こっち側の理由なの。人間から見た目線なの。<laughs> 理由はない。何もすることができない。俺らは感謝し、受け取って、感じて、喜ぶことしかできない。 もちろん突っぱねたり見ないふりとかするけど最後答え合わせするわけだからだからあのだからお父さんがこう言ってるよっていうのはわかる <laughs>、うん、本当はあの神様なんだけど神様はお父さんでもあるからさはい、うんうん、行ってらっしゃいまるんさん頑張っていってらっしゃい楽しんでね 偶像崇拝とかじゃなくて全部仮だから、俺はこの世界がだからゲームに見えた、もう、あの、嘘なの、この世界自体。こっちが嘘だから。<laughs> 怪んって言うんだけど、仏教では。大きな流れの一部だけであ、それもだから全部体感するから、あのこ、これを信じるもいいし、これを信じなくても嘘,嘘つきって指さしてもいいし、病気だって言ってもいいし。 とは全部自分に帰ってくるから好きにすればっていうだけ俺は別にみんなを導くこともできないしみんなの人生でみんな同じところに行くからだから俺は暇だから喋ってるだけだからさ、うん、自由だよ、うんうん、う全部帰ってくるから最後の時に だから、絶対お父さんに会えるから大丈夫だよ。会いたい人には全員会えるし、全員許してくれるし、全員迎え入れてくれるから、あえて言葉で言うなら、あとは、安らげばいいよ、そこで。うん。 怖がらないでってみんな怖いからってああ分かんない <laughs> ただ <laughs> 俺のこと病気だって言うだろうなとは思ってたから1日置いたのね実はタイムシフト見たら分かるけどもう明らかにわざなんか雰囲気変わったってもうリスナーは言ってた勘の,のいい人は何があったってだけどあの気づいてる人は気づいてたけど要は 悟ってないふりをしてたんだけど、もういいやと思って。そう。だから、タイムツイッター見てタイムシフト見たらわかるよ。あーって。うん、もう、好きに捉えて、この話を全部嘘だって言っても、俺にとってはこの世界が嘘だから。そもそも。うん。うん。 今川さんが先に気づいたね。すげえ早かったね。今川さんすげえ早かった。俺におめでとうって言ったの、この人。俺が言ってないのに。そうそうそう。うん。だから、ツイッター見比べたらいいんじゃん。この放送終わったら。ツイッター見比べて、YouTube でタイムシフトでみんなが答え合わせすればいいじゃん。うん。好きにしようぜ。疑ってもいいよ。 あの信じなくてもいいよそういうレベルの話はないからそういう次元というかみんながとんでもない安らぎを得てとんでもない幸福に包まれるけど生きてるこの器で最後離れる時にどう何が待ってるかって言ったらそれが最後の地獄なのか天国なのかって要はそれをキリスト教では最後の門とか審判の門とか 地獄のエンマ様が裁判するよって。本当は天国に行くのみんな。本当は。だけど、地獄の苦しみを味わうか、後悔の念からの、要は誕生日パーティーの前に説教されるかしないかの話だから、俺はみんなが祝福されてそのまま眠るようにう、娘や息子や仲間や家族が泣きながら手繋いで抱きしめられながら死んでもらいたいかな。あの世にシャングラに行って、 みんなを迎え入れる方になってほしいかな。まあそんな感じです。じゃあみなさんおやすみなさい。みんなありがとね。大好きだよ。おやすみ。